はい、おはようございます。10時になりました。これよりアートマネージャーラボの企画、アートとフィールドワーク研究会、地域と芸術の総合発展のためにを始めたいと思います。よろしくお願いいたします。まずアートマネージャーラボの紹介からさせていただきます。私、アートマネージャーラボの山本と申します。アートマネージャーラボは、7月に文化庁の継続支援金の支給の対象からアートの中間支援者などが外れているんじゃないかというような問題意識から、イベントを開催したところから始まりました。それから文化庁の継続支援のガイダンスを行ってみたり、会計講座やネットワーキング、あるいは、アートとハラスメントについてのイベントをこれまで開催してきました。都合6回目の公開イベントとなる今回は、アートとフィールドワークについて取り上げます。地域と芸術の総合発展のためにという副題で、これから2時間ほどお付き合いいただきます。この後告知なんですが、アートを開くトークシリーズというものを、また今晩6時から、金曜日にはアーティストから見たアートとビジネスというイベントも開催いたしますので、時間がありましたらぜひご参加いただけると嬉しいです。はい、このようなものを、この5人で現在運営しております。はい、で本日のプログラムについてなんですが、まず私、山本から、アートの分野における、フィールドワークの現状についてご説明いたします。で、その後、中村さん、アフリカの現代アートシーンについて研究している、方なんですが、からアートの生態系と地域は、どうやったら理想的な関係を取り結べるんだろうかっていうのを、アフリカの諸都市の事例からご紹介をいただこうと思っております。で、その後、実際フィールドワークの手法と倫理について基本的な内容を山本からご説明した後に、じゃ実際にフィールドワーク、長期のフィールドワークと短期のフィールドワーク両方経験されている三宅さんから、人類学ではこのようなフィールドワークを行うっていうリアルなお話をいただこうと思っております。最後にディスカッションと質疑応答を行うという、12時までの予定のプログラムとなっております。よろしくお願いいたします。はい、で、このイベントは現在、YouTube で配信いたしておりますので、YouTube のチャット欄からぜひ気になったことや質問などはコメントいただければ、拾っていけたらと思っております。はい、では、自己紹介が、遅くなってしまったのですが、私、山本勲と言いまして、広島生まれで大学では地理学を専攻していました。で、卒論では広島で音楽科に調査を、行っていたほか、授業の実習レベルでは岐阜県でコミュニティ FM の調査をしたり、沖縄戦の調査をしていたり、あとは京都府の、田舎で一昔前の調査、暮らしの調査みたいなことを経験してきました。で、これが実際に、卒論の時の調査の様子ではあるんですが、8月6日の原爆投下の日、平和記念式典がある日に、周辺で、学生が合唱をしていたり、ストリートライブをしている人がいたり、そういった人たちに、声をかけたり、聞き取り調査をしたりといったことを、これが卒論の時の調査対象者リストの、スクリーンショットなんですが、大体20人ほど、30分ぐらいのインタビューから2時間ぐらいのインタビューまで、撮ったということをしていました。で、その後、場所と文化と地域の接点みたいなところに関心を持って、香川県直島のベネチアアートサイト直島を運営する、公益財団法人に就職したという流れになります。で、その後、地元広島に帰って、美術の、展示企画だったり、作品販売を手掛ける多面体ギャラリーというプロジェクトをスタートさせ、今年からアートマネージャーラボの立ち上げにも関わっております。で、直島というと、草間彌生さんのかぼちゃですとか、地中美術館ですとか、そういったところが、主だった施設、中心的な施設ではあるんですが、実際僕がやっていたのは米作りです。島で、島の人たちに、アートのことはようわからんけど、田んぼはこうやってやるんだよっていう話をずっとされながら、あ、そうですかというような、仕事をしていました。財団スタッフとしてそういった仕事をしていたので、ある意味では、アートと地域の、最前線にいたのかなという言い方もできるかなと思っています。はい。で、そんなところから、企画背景なんですけど、アートプロジェクトで増えていますよねということで、
まあ、60年代ぐらいから日本では起こりはあったということなんですが、90年代から2000年代にかけて、たくさんのプロジェクトが始まっていきましたと。で、ちょっと文字が小さくて恐縮なんですが、最近でも全国各所で大小様々な、アートプロジェクトや芸術祭が開催されている現状があります。はい、で、そもそもそのアートプロジェクトとはということで、熊倉先生のアートプロジェクトという本に5つの特徴が、記載されています。で、まあ、制作のプロセスを重視するといったところ、また、そのプロジェクトが実施される場だったり、社会的な状況に応じた活動であるとか、で、それがまあ波及効果だったり、コラボレーション、コミュニケーションみたいなところが期待されているっていう意味で、技術以外の社会分野への関心を持っているプロジェクトだよというような特徴が示されています。ただ、こうしたアートプロジェクトなんですが、まあ、どこか美術館だったり、ギャラリーだったり、オークションだったり、そういったアートシーンの本流とでも、言えるようなところでは、まあ、別軸のものとして見られたりとか、対立構造というか、対構造のように見られることもあるんじゃないかなと思うのですが、まあ、例えば藤田直哉さんの地域アートという本が2016年に出ているんですが、こういったアートプロジェクト、あるいはまあ地域アートというものは、芸術の自律性を失ってしまってるんじゃないか、観光だったり、地域振興の方に、すり寄ってしまって、すり寄ったものになり下がってしまった、ものになってしまい、そういった作品とかプロジェクトには批評性がなかったり、中身が触れられないといった、芸術の自律性を失ったという側面があるんじゃないかという指摘がありました。はい、ただ本当にそうなのかなといった視点で考えてみたときに、アートプロジェクトが大切にする作品制作のプロセスっていうものが、まあ、企画や制作や以前の調査のところから実は始まってるんじゃないかなという視点に立って今回の結果を考えてみました。つまり批評や、作品の中身とかそれ以前に地域との関係をいかに構築していくか、あるいは、そういった調査を通じていかに良質な、インサイトを得ることができるか、そういったところから始めていくことが必要なんじゃないかということで、今回は調査、フィールドワークについて、深めてみることにします。はい、で、こういった視点はすでに共有され始めているところがありまして、2018年6月号の美術手帳は、アートと人類学を特集しています。多元化する世界の描き方という副題がついているものです。はい。で、また、あるいは、タールさんですね、東京アートリサーチラボラトリーさんの、2015、まあ、4年5年あたりのプロジェクトで、旅するリサーチラボラトリーという企画もあって、実際に旅リサーチとして、2週間ほど、フィールドに出て調査をして、その結果、成果を発表するというような取り組みも、まあ、すでに各所で行われている実績はあります。はい、といった文脈を踏まえ、じゃあ実際のところアートと地域における、リサーチっていうのはどのように行われているのか、どういった種類のものが行われているかっていうのを、今回、参加者の方に事前にアンケートに、答えていただきました。で、ちょっと期間も短かったので、短い中はお答えいただいた皆様ありがとうございました。2週目ほどの方に、お答えをいただきました。ご協力ありがとうございます。で、まず、あなたが関わる文化芸術事業の最も主要な表現分野についてということで、一番多かったのは視覚芸術、まあ、海外彫刻インスタレーションの方が多かったんですが、舞台芸術の方からも、ついで多くの、ご回答をいただきました。平田織田さんの、豊岡のプロジェクトですとか、そういったところも、最近ではホットのニュースとして取り上げられていると思います。はい、で、技能領域としては、まあ、創作発表から企画の方、中間支援、技術提供、教育、施設運営、教育研究と、まあ、幅広い分野の方にお答えをいただいております。で、まあ、地域でのリサーチを含む作品制作に携わったことがありますかという問いに対しては、まあ、ある方に関心を持っていただいている節はあるとは思うんですが、まあ、少なくとも20件中の70%なので、14名ほどの方はあるというふうにお答えをいただいているという次第です。で、初めて地域でのリサーチに携わった時のきっかけについてお尋ねしたんですが、一番多かったのは、まあ、
すでにその当該地域で開催されている芸術祭だったりアートプロジェクトに参加するためにリサーチをしたのが一番最初のきっかけだったといった方が一番多かったです。次いで自身の出身地という、結果になりました。で、地域については、まあ、関東、次いで近畿が多かったので、まあ、人口に比例している部分はここについてはあるのかなとは思いますので、まあ、ちょっとサンプル数の都合を参考程度にご覧いただければと思います。海外でもアジア、ヨーロッパで調査を経験された方も、3名ずつほどいらっしゃるということでした。で、協力、サポートを得た人や機関について尋ねた質問なんですが、一番多かったのは知人、友人ということでした。ついで、まあ、芸術祭アートプロジェクトの事務局スタッフだったり、自分以外のその他のアーティストのサポートを得たということで、ことでした。本当はなんか自治体とかそういったところのサポートを得た人が多いのかなと想像していた節はあったんですが、まあ、知人とかに頼ることが一番多かったという結果でした。はい。で、リサーチ方法としてどのようなものを経験したことがありますか？ということで、一番多かったのは産業観察、すなわち、まあ、調査対象である社会や集団に自分自身が加わってみて、で、そこから、得られた気づきだったりとかを、表現に落とし込んでいくというようなやり方。で、続いて、事情に詳しい人にインタビューを行うという方が、まあ、この2つが一番多かったという感じです。時間や場所を定めてデータや記録を残すという、まあ、観測的なやり方をされている方も一定数いらっしゃるということでした。はい、で調査の期間なんですが、まあ、最も長かった滞在期間、調査期間については、まあ、1泊2日程度が一番多かったということで、まあ、半年ないしは1年以上調査されている方もいらっしゃいますが、逆にまあ1週間未満だったり、1泊2日日帰りという方と、まあ、二分されているのかなということが、まあ、読み取れるかなと思います。はい、こういったまあ現況を簡単に踏まえまして、ではまあこういった地域との調査が、まあ、アートの生態系とどういった関わりを持っていけるんだろうかというお話をアフリカの事例から中村さんに紹介をしていただきます。よろしくお願いします。はい。おはようございます。朝早くから皆さんありがとうございます。中村優子です。ちょっと待ってくださいね。これで、あ、間違えた。画面共有できてますよ。あ、できますか？はい。フルスクリーンになりましたか？ははい、大丈夫です。い。では始めさせていただきます。改めまして中村優子です。京都大学の、アフリカ地域研究専攻というところでアフリカの現代美術を研究しております。で、まあ、簡単に出身が京都で、学部時代は東大におりました。それで、まあ、こういういろいろな、まあ、文化政策とかに興味があったり、まあ、いろんなバックグラウンドを経て、まあ、現在の、研究の、枠組みに、到達しているという感じでございます。で、あ、間違えた。ちょっと待ってください。研究以外に、まあ、なんかこういう、講演活動をしたり、まあ、このマーケットの方々と結構、関わっております。で、最近こういうアートシーンのフィールドワークっていう本が出たんですけども、あ、本というか一章を書かせていただいた本が出たんですけども、そのアートシーンの内情、アートっていうものがどういうものかっていうのを知ること自体が、まあ、それもフィールドワークなんだよっていうメッセージ込みで、書いております。で、こういう講演とかを行ってできたんですが、そこで私は常々、まあ、アフリカの現代美術っていうかアートシーンの実践っていうのは、日本の現在の課題のお手本になるっていうことをずっと言ってきました。で、特に今日のテーマである地域と芸術という意味では、すごくいいお手本になると思います。で、まあ、それは何でなんかとか、まあ、じゃあそれを手本にしてどうすればいいのかとか、フィールドワークの重要性について今日は考えていきたいと思います。まず私が今進めてる研究が結構直接関係あることなんでご紹介させてください。まあ、このキング・フンデック・ピンクっていう、まあ、珍しい名前なんですけど、キングさんという
人について、を通して、21世紀美術の状況を、考えるという研究をしております。で今日このベナン系フランス人のキングさんが使った施設とかについてお話しするので、まあ、ちょっと覚えておいてください。フィールドワーク経験は、まあ、なんかこのような感じです。でこの研究なんですけども、大まかに言うとこう21世紀の美術の2つの越境を、まあ、扱う研究になっています。で西洋近代的なファインアートっていうところに対して、まあ、地域的な越境と、まあ、分野的な越境が起こってきて、西洋の中心性が、相対化されているんじゃないかなっていう話です。でただ越境といっても単純になんかいろんな地域のアーティストとか芸術祭が増えたねとかいろんな素材が増えたねというだけの話ではありません。まあ、特に、今日は地域の話なので地域の越境について言いますが、まあ、国際化を超えてグローバリズムの時代と言われますよね。で美術の世界が、まあ、こういうふうに、他地域に拡大しますが、それをすることによって美術の、ルール決めとか価値づけに、まあ、多様な地域が参画してくることになります。だからこれまでは、まあ、ヨーロッパが割と中心的に決めてたのが、まあ、こういう感じで、価値づけの主体が多元化され、まあ、美術の文法におけるこう西洋の中心性というのが相対化されてきています。でこれまで20世紀までも西洋の文法の中で更新されてきた、まあ、現代美術ありますよね。例えばこう絵画は終わったとかそういういろんな話があるんだけど、その西洋の文法の中で更新されてきたものにさらに非西洋のこういう文化哲学宗教とか他のなんか領域の文法が持ち込まれて、もっとラディカルな美術の更新が、行われているのが、まあ、現在の状況です。でそういう、状況を、まあ、そういう美術のグローバル状況のことを、まあ、美術の脱植民地化とかいうふうに、言ったりもします。で私はこの西洋近代美術と、この立ち位置の総合的な関係っていうのが日本における、まあ、鍵かっこつきの東京以外の、まあ、地域と美術の関係についても一つの理想になるんじゃないかなと思っています。で今よく言われているのはこの地域にこうアートを接続するっていうだけの方だと思うんですけど、アートに例えば地域の感性なり価値が還元される、それによってアートをアップデートするっていうことが、まあ、国際的にはすでに起こっています。だからさっきおっしゃったように地域アートは批評性を失っちゃうとかそういう話もあるんですけれども、地域と美術をこう掛け合わせることでむしろこうアップデートした攻めたっていう方向性も国際的には存在します。でまあ、今言ったような、美術の脱植民地化の中でもアフリカっていうのはもうすでにかなり重要な存在です。西洋美術の歴史っていう日本語の本なんですけど、それの21世紀美術の冒頭が、まあ、このナイジェリア系のディアスポラのインカショニバレという人と、ナイジェリア人キュレーターのオクイエンベゾーです。で、まあ、90年代から、まあ、アフリカ現代美術っていうのは国際的なシーンにこう参加するっていうのと、アートワールドをこう大陸内に再帰的に拡大するっていう作業をしてきました。でこれすごい細かい本の抜粋なんですが、まあ、要するに何が言いたいかというと、もう30年もいろんなことがやってきてると。でもうすごく存在感を作ってると。でどうやって存在感を作ったのかっていうその方法自体が、まあ、まず今日のなんていうかお手本ポイント1というか、参考になる事例だと思います。で普通そういうなんか国際的な発信とか、地域への美術の普及って、日本ならこう公的な機関国立美術館とかが行いますよね。でほとんどの、まあ、国、まあ、特に非西洋の国では近代化の時にそういう国民国家のプログラム的な、立ち位置で、西洋的な美術制度を一通り、まあ、美術大学とか何だろう、美術館アカデミー作るんですが、まあアフリカでは独立期の最初ちょっとうまくいってたんですけど、ほとんどの国で、それが挫折してしまいました。ガーナとかはちょっとうまくいってる部分もあるんですけども、まあ、ほとんどうまくいっていません。例えば、さっきのキングさんという方が、まあ、ベナン系のフランス人なんですけど、彼が通ってるベナンにはまず国立の美術大学がないし、近現代の美術館もなかったりします。でもさっき見たようにもう30年国際的なプレゼンスをこう作ってきた。それは公的な常設機関とかを補 う, こ う, いうプライベートソフトなインフラが、まあ、発達してる。いろんな、まあ、これ本の中に載ってる地図なんですけど、まあ、いろんな種類のインフラが発達してきました。
で、まあ、なんかアートのインフラって私は何を指して言ってるのかっていうことを改めちょっと整理しておきます。まあ、これ作品のソーシャルライフって言って、作品がこう生まれて価値がついて、まあ、鑑賞されて収集保存されて、まあ、あるこう永遠の命を得るみたいなこうライフがあると思うんですけど、その、まあ、それぞれのシーンにこうインフラがこういうふうに役に立っているよという感じです。で、私がソフトとかプライベートとかっていうのはなんかこの青い字のやつで、どうでしょう、レジデンスとかは流行ってるけど、アートセンターとか鑑賞教室とか日本でもそんなにいっぱいあるわけではないんじゃないかなと思いますね。で、まあ、インフラというからにはそういうインフラがこう相互にこう関わりあってですね、まあ、いろんなこうアクター、アドバイザーとか、なんかいろんな人が活動するアートシーンがこういうふうに、できています。で、何のために相互その関わり合ってるかというと、これは美術を通じた、まあ、認識の更新とか歴史の更新のためですよね。あれ？あ、違う。で、まあ、これでこう美術教育のところで作品ができて、マーケットとかこう批評家とかが価値付けしていって、こうコレクターに行ってこう美術館に行ったり、あるいはそれがいい感じに展示されて、まあ、この市民の方に鑑賞されて、でまたその文化が還元されて作品になって、まあ、こういう感じになります。で、こういう有機的な体系のことを、アートのエコシステムという言葉を使って説明することが非常に増えました。で、まあ、現在アフリカではその効率、この中で、まあ、普通は中心的な働きをする、まあ、美術館とかがないわけですよね。でもないなりにこの30年こう自分たちで新しいこうインフラを作って、そこに有機的にこう活動をしてきました。でそのインフラをこう西洋の方からこう伸ばしてきて、でそのこう巨大な体系のエコシステムの中に有機的にこう地域を組み込む、この図の感じ分かりますかね、図を構築する、だからアートインフラ、地域も含めたアートインフラを構築していく。で、私的にはそのさっきおっしゃったように、なんか地域対美術みたいな対立関係ではなくて、一個の有機的なシステムを作るっていうのが、まあ、理想的だし、まあ、すでに国際的には実践されている例だと思っています。はい。で、アートのエコシステムという言葉自体は、日本でもなんかよく使われているみたい で、エコシステムが回るためにはインフラが必要やということで、インフラもまあ大事ですよというふうに言われています。で、まあ、今あるような公的なインフラの、まあ、要するに外、場所的にもだし、なんかこう領域的にも、作っていこうということで、まあ、だからアフリカのそういうソフトなプライベートなインフラ作りはまあ参考になるんだと思います。で、ちょっと最近若干気になったのは、これなんか京都市のページに見つけたんですけど、アートのエコシステムとは持続的な経済循環を作っていく、もうこれ書き方の問題なのかもしれないけど、なんか書き方的にアートエコシステムは持続的な経済循環を作っていくシステムのことですみたいな感じになる時があって、なんかアートマーケットへのフォーカスをされている文章とか資料とかがすごく多いのかなと思うんですが、いや、あくまでマーケットもアートエコシステムの一部で、その美術をこうアップデートしていくっていう生態系の一部です。私マーケットのことは、まあ、ちょっとそんなにめちゃくちゃ詳しいわけではないんですけど、私もお世話になっている塩原正史さんというアートアドバイザーの方が、ここで講演されたのかな、それの講演録がウェブに無料で載っていて、そこですごくマーケットで、美術の作品の価値づけをやっていくってどういうことか、すごく書いてあるので、よかったら皆さん見てください。で、まあ、そういうマーケットも含めたエコシステムがいい感じでアフリカ大陸内では構築されています。で、今のアフリカ特に注目すべきなのは、その国際的なところにアフリカを接続するだけじゃなくて、大陸の中のこういうエコシステムの構築っていうのを頑張っているんですね。やっぱり2000年代とかにはこう、まあ、ある種インテリとかエリート的な人が中心になってこの橋を作ったんですけど、頭脳流出って言って、まあ、有名なアーティストとか作品が出てっちゃうっていう問題とかが
起こったわけですが、2010年ぐらいからこの大陸の中にこっちがすごく、充実してきて、まあ、地元の人とかの鑑賞機会も増えてきました。で、そうするとどういういいことがあるかっていうと、そのこれまで美術に触れてこなかった人の感性であるとか、これまでなんか美術とは遠いところにあるということに勝手にされていた文化とか概念が美術にフィードバック、まあ、されるっていうことですね。で、今、まあ、なんだろう、日本のこうアート界隈とかアートのエコシステムっていうのは、まあ、どう考えても東京が中心的だと思うし、なかなかこうそういうエコシステムが本当に活性化されて回っているかというと、あのそうではない部分もあると思うので、なこういうのは参考になるんじゃないかと思っています。さて、で、まあ、というわけで、まあ、ちょっとじゃあどういう施設をやってそういうエコシステムを回っていけるのかということをちょっとご紹介したいと思います。あ、これですね、すみません。あのこういう、従来のアート業界を、まあ、地域の文化資源とか感染によってアップデートするっていうのが私的に理想なんじゃないかということです。ではベナンのアートシーンですね。さっき、冒頭に出てきたキングさんがベナン出身、ベナン西アフリカ、まずアートセンターという施設がアフリカ大陸内にはすごく多いんですが、それについて説明します。で、まずジンスー財団という2006年にできた財団が、ベナンでは代表的な施設なんですけども、まあ、これベナンだけじゃなくてアフリカのアートセンターの先駆け的な存在です。で、この政治家一家の娘のマリー・セシル・ジェンスーさんという人が建てたんですけども、まあ、近現代用の美術館とかもなくて、まあ、有名になった作家とかすぐ大陸の外に出ていってしまう。で、それをこういうふうにアートセンターとか、まあ美術館を建てることで、ね、地元の人が、こういう有名な作品を見られるように鑑賞機会を確保してあげたという施設です。で、実はこれって近現代美術に限らずに、アフリカでは古美術についても植民地時代に持っていかれてしまって、あの自国の古典文化っていうのがこうなかなか鑑賞できない状況にあります。で、先ほどのジンスーさんもそういう、返還運動にすごい、なんていうかな、イニシアチブを取っていらっしゃるんですが、あの一つちょっと、面白い例があるので紹介します。で、このサントルという、まあ、フランス語でセンターですが施設があります。で、ここは、後で詳しく説明しますが、キングさんがベナンに訪れた時にレジデンスをした施設でもあります。で、母体が、キングも所属するパリにあるバロワという、まあ、現代アートのギャラリーなんですね。で、そのギャラリーが、こうパリにあるんですけど、パリの古美術賞から、ベナンの古美術を集めます。で、特にこれレカードっていうんですけど、あの尺みたいなやつを買い集めて、美術館を建ててやる。で、これで、民間の古美術返還を実現しています。で、だから鑑賞機会を増やすっていう軸で、あの現代アートっていうところに限らず、まあ、あの古美術のこととか、あの地域のこととか全部一緒にやってる、あの現代アートのセンターがアフリカでは非常に多くなっています。これ現代アートのやつとこう併設されてるんですね。で、物だけ置いといてもあの見に来なかったら意味がないので、その鑑賞機会を用意して社会に根付かせる工夫も、ベナンではされています。さっき言ったジンスー財団ではこういうふうに子どもさんのこういう鑑賞教室をかなりあの早期からやっていったりします。で、さっきのサントルのこのレカード美術館では、こういうこの人元コメディアンなんですけど、こういう学芸員さんを子ども用に雇ったり、ローカルコミュニケーションという部署をわざわざ作って、まあ、授業に入れてもらうように、まあ、かなり時間をかけて交渉していました。で、その成果もあって最近子どもが一人でここに来るようになって、ついでに現代アートも見て行ってくれてるそうです。次にもう一個ご紹介したい事例があります。で、それが、まあ、日本でも最近ちょっと流行ってるアーティストインレジデンスです。でも、まあ、日本でうまくいってるところもあるけど、なんかこう海外から人が来てそれでなんか滞在して作って終わりみたいになっちゃうプログラムもあるといえばあるんでしょうか。で、このキングさんが滞在した、サントルのレジデンスは、まさに地域をこう有機的に世界のアートシステムに組み込むっていうのの素晴らしいあの例だと思います。で、キングさんがまず何したかからご紹介します。
キングさんなんですけど、ここに1ヶ月かな滞在して、このベナのセという村で現地の、陶芸を学習しました。で彼はこのリサーチとかを経て、まあ、自分 の, その陶芸 の, なんか技法にこう昇華して、作品をこういうふうに、まあ、成果展ってやつですね、展示しました。でさらにこうレジデンスから派生したアートプロジェクトを自分でキングさん作ってて、まあ、こういうふうに日本とベナンから、1年で1箇所こう場所と陶芸家を選んで、まあ、それぞれでこういうふうに土を交換します。で土だけ交換してベナンから持ってきた土を備前の焼き方で焼いて、備前のやつをベナンの焼き方で焼くっていうのをやっています。これはちょっと作品例がめっちゃいっぱいあるんで、後で時間があれば、多分時間ないんですけど、ゆっくり見ましょう。で結構理想的な地域のこういう文化資源の生かし方だというふうに、思います。でそもそも国立のさっき言ったように美術大学がないベナンにおいて、まあ、こういうふうにリサーチを手伝ってあげるとか、まあ、まずさっきの充実したああいう陶芸作る環境を提供してあげるっていうことは美術教育 の, インフラをこう強力に補う、作業ですね。でこのレジデンスは基本的にキングさんも行った時は1人で行ったんじゃなくて、ベナン系の人を1人、アフリカから1人で、それ以外の外国から1人の3人が同時滞在して、まあ、同じ時間数ヶ月一緒にやります。で3人一緒にこういうふうに成果展を3人ですね、やります。で現地の作家にとって海外の人とのこう情報とか技術の交流を行う場所が本当にかなり少ないので有意義ですし、発表の場も持てるわけですし、で繰り返しになりますが、こうやってきた海外の人にベナンの文化資源を発信できるという意義があります。で従来ならこういうのは芸術大学とかが、まあ、留学とか通じて行っていたのですが、まあ、レジデンスをこういうふうにいい感じに回すと地域単位でもできるんですね。で、実はこのレジデンスには青互い的なアーティストの青互い的な側面があります。でキングが実はこういうのを作って、さっきのレカード美術館、コメディアンがいたところですね、コレクションされています。これは古美術のレカードをモチーフにして作った現代レカードみたいなやつなんですよね。でサントルは基本的にレジデンスした人にコミッションしてこういうの作ってください、私これが一番好きなんですけど、この宇宙飛行士作ってくださいって言って作らせて、それをコレクションしておきます。でこれはレカードっていう文化資源をアートの世界にこう還元するっていう意味でも素晴らしいんですけど、そのまだレジデンスに来る比較的、まあ、無名というか若いキャリアの人の作品を早めにコレクションしておくという効果があるんですよね。だからベナンの経済力ではもしかしたら将来買えないかもしれない人のやつが先に置いてある。でしかもこれレカード美術館にこういうものを置いておくと、さっき言った子供が授業で来るので、まあ、子供にも新しい世界が開けるようになっています。で、まあ、こういうふうに、まあ、アートセンター1個取っても、まあ、いろんな機能を循環的に回したり他の機能につないだりっていうふうにこうしていて、この施設はこういう数値目標で働きますというよりは、他への有機的な循環を、意識しています。で今ご紹介した以外にもなんかこうメディアっていうか図書館とか英語教室とか、あと人数財団も独自で出版部門を持ってたりとか、と公用語フランス語なんですけど英語教室とか、なんか いろんな企画をやっています。ちょっと今回はアフリカの話を中心にするので詳細は省きますが、こういう有機的循環を意識した、まあ、アートセンター的なものの類似例として日本の滋賀県立陶芸の森、滋賀県甲賀市信楽町にありますががあって、キングさんはここで滞在してこういう作品を作りました。はい、まあ、日本にもうまくやってる例はあるということです。はい、ここまで、まあ、アートセンターでアーティストインレジデンスで、まあ、アーティストが行うアートプロジェクトの例を説明してきましたが、次にちょっとなんていうかな、国際的な規模を誇る芸術祭なんだけど地域芸術祭っていう話をちょっと一つご紹介したいと思います。
それがルブンバシビエンナーレというビエンナーレです。まずルブンバシはどこかというと、コンゴ民主共和国の都市なんですけど、これあのアフリカの一番真ん中にあるのがコンゴ民主ですね。で、この首都キンシャサっていうのが結構有名な、こう海沿いで大きい川沿いの、まあ、首都なんですけど、そこからさらに離れた、まあ、内陸の東部の、都市です。で、都市規模としてはあの比較的大きいんですけど、まあ、あんまり有名ではないかな。で、コンゴ民主共和国って、iPhone とかに使われるあのコルタンとか、そういう、鉱山資源の世界的な産地なんですが、まあ、非常に劣悪な環境で、まあ、時にはあの児童労働とかもあの行われているという現実があります。で、採掘会社はもともとは、ヨーロッパの会社で、最近だと、まあ、インドとか中国も入ってきていると言われますが、外国の会社なんですね。まあ、だからそういう搾取の構造があります。で、ルブンバシは今はそうでもないんですけど、この辺とかはあの紛争が続いているところもあって、時にはこう武装勢力のなんていうかな、資本というか上がりみたいになっている時もあります。で、この人がサミー・バルジさんで、まあ、ドクメンタとかにも出てるし、あの非常に今40何歳だ40前半ぐらいなんですけども、すっかり国際的な、アーティストなんですけども、で、サミバルジ自体はその自分の作品で、さっき言った鉱山都市であるルブンバシ、彼の地元なんですけども、そこの都市の歴史とかベルギーの搾取とかで、まあ、コンゴ自体がまあちょっと権威主義、いわゆるまあ独裁者みたいな人がいるので、そういう政治の腐敗をテーマに作品を作ってきました。で、彼の、まああのお得意のっていうか定番の技法として、これコラージュ技法があるんですけれども、このコラージュの元になるこういうやつは、そのルブンバシにある、鉱山会社が持ってる昔のアーカイブを自分でこうリサーチして、作品に利用してきました。で、サミーは彼自身も、キュレーターとして活躍してて、今もパリであのキンシャスクロニクルという、展覧会やってるんですけども、自分自身コンゴの近現代美術の美術史を研究したり発信したりしてきました。で、まあ、彼のそういう個人的な、まあ、制作とキュレーションの活動を普遍したのが、まあ、ルブンバシビエンナーレだと言えると思います。ルブンバシビエンナーレはこのピッチャっていう団体が、まあ運営主体となっていて、これはスワヒリ語でイメージっていう意味です。で、サミーもあの写真とかをよく使うんですけど、あのマリにあるバマコの出会いっていう、これも国際写真展です。で、これを見て、まあ、同じようなプラットフォームを地元にあったらいいなと思って、まあ、この企画自体が始まったので、まあ、こういう写真作品とかをですね。で、まあ、芸術祭ビエンナーレなんで2年に1回ですが、その期間中だけじゃなくて、いつでもこうレジデンスを受け入れられるようにしています。サミー自身がリサーチして手に入れたアーカイブみたいなものをこう財団が、まあ、こう保存してて、それを利用してもらって、また文化資源のアート体系の発信ができます。で、まあ、何よりああいう辺境の地でですね、こういう、まあ、サミーもそうだし、この人私と同い年のアーティストなんですけど、今ケブランリー美術館ですごい大きい展示がやっているアーティストで、まあ、そういう国際的なトップアーティストの作品がもう地元で鑑賞できると、すごい熱心に見てますけど、こういう鑑賞教室もやってる感じです。まあ、非常に地域にも受け入れられてる感じですよね、この感じを見ると。面白いのが、あのコミッションとかパフォーマンスの割合があの出品作品の中に比較的多いんですが、それは何でかっていうと、こう大型作品の運搬の際に、その地元の警察とかにこう賄賂とかを取られることがあるので、まあ、それを避けるためにこう来てからあの作ってもらうのを増やしているそうです、ね。まあ、コミッションのいくらかは多分コレクションするんじゃないかな。で、まあ、何回も言いますけど、ものすごい辺境で大変なあの街で、こういうところで、まあ、わざわざ国際展をやるっていうことなんですけど、まあ、やっぱり意義が大きいからやってるわけですね。で、キンシャサと違って、この辺って東側でインド洋交易の影響圏にあるので、スワヒリ語圏なんです。で、アフリカっていうのは、アフリカの中の多様性が結構無視されちゃいがちなので、そういう姿を発信していったり、まあ、さっきからずっと言ってる鉱山資源にまつわる、政治的、社会的な問題の発信。で、すごく重要なのに、なんか
そもそも研究の必要性も知られていないというので、まあ、こういう試みが大事なわけですね。実は日本との関係も深く、コンゴで取れたウランとかが広島の原子爆弾の原料になっていたり、確かに、ね、そのテーマで今年コンゴの作家が日本に来て何 なんか発表してた気がします。であと、第二次世界大戦後も日本の商社がこの辺になんか駐在をしていて、なんか現地の方との間の子供がこう取り残されてるとか、なんかそういう問題とかもあったりします。でまあ、私本当にこの試み偉いなと思うんですが、これから三宅さんとかも話してくれるように、こういうことをフィールドに入ってちゃんと関係作ってやるってすごくめんどくさくて、まあサミーのレベルの人がからしたら絶対パリとかブリュッセルで分かってる仲間とやった方が短期的には楽なんですね。でもこういう来場者のための入国手続きとかまでサポートして、まあ、そこまでしてでもこう、ルブン橋でやるっていうことが、まあ、彼のアートにとっても大切なんです。で最後になるんですが、この芸術祭はゲストキュレーターに結構エマージングなキュレーターとかエマージング学者を呼んで、まあ、こうあお互いっていうか育てていくっていうことでも有名で、2019年はこの今後系でブリュッセル生まれかなの、博士の、美術史の博士号を取られたキュレーターを起用しました。で、まあ、欧米の名だたる研究所美術館、美術学校での仕事の経歴を持つ人で、まあ、本当に世界最高水準の研究成果をこういう、まあ、一種辺境の地で発信できる。しかもじゃあ地元の人にとって全然わけわかんないかっていうと、まあ、彼女自体の研究テーマがコンゴ東部の現代写真のテーマ で、まあ、彼も地元であって、非常にローカルな知見についてもかなり深いレベルで、品質が保たれています。だから世界的なそういう美術の先端とローカルの知見って、まあ、その気になればというとちょっと言い方があるかもしれないけれども、両立するという方向の試みもかなり成功してるんですね。でちょっとコロナで延期になったんですけど、このルブン橋ビエンナーレがどういうことだったかの巡回展が欧米の各大規模美術館で巡回展がされてるはずだったんだけど延期になってます。まあ、そのうちされると思います。でまたこれなんですが、まあ、この芸術祭もすごい有機的な循環を意識した、まあ、芸術祭になっています。で、まあ、こういうアーティストがも自らの人脈を生かしてローカルにつなったりで文化支援発信もするし、まあ、取り入れもするみたいで地元の人にも感謝する。でこういう事例としての類似事例は日本ではかなり少ないような気がするんですけども、まあ、あえて1個挙げるなら、この笹間っていう静岡のすごい田舎町で道川さんっていうか国際的な陶芸家の人がいるんですけど、その人がやってる芸術祭が、まあ、ちょっとそれに方向性としてはかなり近いんじゃないかなと思いました。はい。で、まあ、ご紹介する事例は、以上です。でアフリカのこういう最新世代ではこうアートセンターとかアートプロジェクト、いわゆる、まあ、美術のインフラの構築に、まあ、アーティストがこう直接参加したり学者と手を組むっていうことが非常に増えております。でそれが、まあ、さっきも言ったんですけど絶対最初はというか短期的には、まあ、めんどくさいわけですが、それでもやっぱりそうやって地域から、学ぶっていうか地域から得られるとかその摩擦によって得られるものが、まあ、こう学者としてとかアーティストとしてのアティチュードにとって大切だから、まあ、やっていくわけです。でこういう、まあ、特にルブン橋なんかそうですが、まあ、困難な地域の文化資源について触れるとかそこと関係を結ぶっていうことは、まあ、アート以外のことだともうできなかったり不可能だったりする場合もあると思うんですね。例えばそこで商売をしようかと思って成功するかっていうとあんまりうまくいかないかもしれない。で、まあ、アートプロジェクトだからこそ、まあ、丁寧なそういうフィールド構築とか分かんないことがあってもこうそれを残しながら関係を取り結ぶとかそういうこともできると思います。で、まあ、アフリカの都市に比べたら日本の都市の方がまだどんな田舎でもこうお話も通じたりしやすいと思いますので、そういう地域のフィールドワークとインフラ構築が結局アートとか学術にとって与えてくれるものが多いし、キングさんも自分一人からプロジェクトを始めたので、
そのような参加の可能性を皆さんに感じていただければいいなと思います。はい、そのところで以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。アフリカの現代アートシーンについての発表がフィールドワークの研究会の中に入っているというプログラムを見て、もしかしたらなんでこのプログラムが入ってるんだろうと思った方もいらっしゃるかもしれないんですが、なかなか日本でアートに関わっていて、日本で普通に生活していても、アフリカの状況だったり、どんなプロジェクトが今ホットなのかっていうことについて知る機会っていうのはなかなかないので、今回こういった、発表を通じて何か私たちも学ぶことがあるんじゃないかなと思って、アートと地域の関係を考える上で、発表をしていただきました。ありがとうございました。はい。では続いて、引き続きなんですが、山本から、画面の共有ができてますかね。引き続きまして、じゃあ実際に日本で、日本に限らずアート関係者が、地域に入り込んで、どういった研究とかができるだろうかっていう、ことについて、その手法と、あと、こういうことに気をつけた方がいいよっていう基本的なことについてご紹介をしたいと思います。はい。まず、アートの文脈において、フィールドワークっていうのがどういったふうに作品になっているのかなっていうのを紹介する上で、2019年のベネチアビエンナーレの日本館代表の、下道元幸さんの作品、下道さんと、音楽家の安野さんと、人類学者の石倉さん、建築家の能倉さん、で、キュレーターの服部さんのこの5人のコレクティブの作品が、ベネチアビエンナーレの2019年の、日本館の作品でした。津波石、各地に点在している津波石の、映像と、それにまつわる現代における神話について、空間的に考える、構成となっているもので、ちょうど明日25日まで東京のアーティゾン美術館で帰国展が開催されているので、ご覧になられた方とか、これから行こうと思っているという方もいらっしゃるかもしれません。はい、スライドが変わる。はい、で、先ほどもご紹介したこの美術手帳のアートと人類学特集について、で、2つほどちょっと紹介したいんですけど、先ほども紹介した下道さんへのインタビューが組まれていまして、その中で、下道さんが授業を持っているある大学の一人の学生が、私も作品が作れるので、フィールドワークとか必要ないんですけど、とぼそっと言ったというような発言が紹介してありました。で、これは極端な例だとは思うんですが、ただ地域によそから介入していくことについての問題について、フィールドワークする人っていうのは常に向き合い続けているという話はこの後三宅さんからもあるんですけど、ただ美術作家の場合はある場所に滞在しても作品で紹介したらそれでおしまいっていう意識がもしかしたらどこかにはあるんじゃないかというようなことが紹介されていました。はい、といったところでいきなり矛盾するようなことを申し上げて恐縮なんですけど、基本的にはフィールドワークの手法っていうのは自由です。自由とされています。だいたいフィールドワークの教科書とかも一番最初はそういったところから前書きに書いてあるというものです。なのでどんなテーマを使ってもいいし、手法もどんな手法でも基本的にはいいとされています。ただだからこそいいフィールドワークのやり方とかっていうのがどうしても俗人的で、ブラックボックス化しているというような、指摘もされています。なので、例えばこんなテーマについて調査してみたいと思ったり、こんな手法があるらしいからぜひ使ってみようと思ったりしてもですね、なかなかいざやろうと思ったときに、じゃあ実際どうやったらできるんだろうかとか、テーマは決まってるんだけど、それ実現するための方法が分かんないなとなってしまって、で、結果的にリサーチはするから、自分にできそうなこんなところにしてみようかなとか、先生や先輩のやり方に従おうかなというところに落ち着いてしまうっていうことが、学部生、フィールドワーク系の学問の学部生の卒論研究とかで、よくあることですし、もっと言うと、美術作家の中、美術関係者の中でもそういったことが往々にしてあるのかなと思っています。はい、でそこで基本的な教科書的なフィールドワークってどういうものかなっていう流れをざっとご紹介したいと思います。これも先ほど美術手帳のアートと人類学特集の、下道さんが、鳥居シリーズという、日本国外にある、鳥居ですね、第二次大戦中に、日本が、周辺諸国に、
領土を広げっていう時に建築されてっていう、まあ、背景があったりするんですけど、そういったところに関心を下道さんが持って、でまあ、何かにまず出会うと。で、その後、まあ、その鳥居シリーズの場合は鳥居はこういったどういう背景で建築されたんだろうかっていうのを本や資料などで、調べて、自分の興味がどこにあるのかっていうのを見定めていき、でそれをまあどう作品に落とし込むかっていうところの方向性を決めた上で、じゃあどう発表しようかという方法を模索した上で、じゃあそれに最適なリサーチ、あとは何が足りてないんだろうかと、まずさらにリサーチを続けていくっていうような流れが紹介されていました。でフィールドワークの基本的な流れっていうのは主に3段階で構成されています。まあ、まずは予備調査として、まあ、一回あの予備的に入地域に入ったりとかして、テーマだったり、あとまあどこで調査をするのが最適なのかと複数検討したりします。でその上で、まあ、どうやって調査するのがいいかなと あれこれと検討し、でその上で、まあ、各地域でここで調査するならこういう人が協力してくれるかなという関係を構築していき、でそのと同時に、まあ、文献資料を洗い出しながら、背景知識だったり情報を、補っていくといったことをした上で、実際に、期間を決めてこういった調査をすると計画を定めて、地域に入って、山陽観察だったり、聞き取りインタビューだったりアンケート調査を行ったり、観察観測のような定点観測のような調査を行います。で最後に、それをまたまとめ上げていく上で、どうしてもやっぱり調査漏れとか、後からこういったことが不足しているだとか、あるいはアウトプットに、こういった形で聞き取りで伺った話を反映したいんだけど、それって大丈夫ですかねみたいな確認をしたりとか、そういった補足的な調査を最後にするという、こういった3段階で基本的には構成されています。はい、でこの、予備調査、本調査、補足調査の各工程の中で、具体的にどういったプロセスを踏むかというと、まあ、まずは、記録から始まります。会ったこと、聞いたこと、見たことっていうのを、適宜ノートに書く、記録していく。で、あるいはまあ美術の場合は、まあ、ここに描くとか、そういったことも入ってくるかもしれません。で、その、収集した情報を、まず整理し、で、そこから関心のあるポイントはどこだろうかっていう整理した上で、複数のポイントを探していきます。で、その、関心のあるポイントを整理した上で、じゃあその周辺領域にはどういったことがあるのだろうかという探索をし、そこからそれをまたカテゴリー化し、で、また探索し、整理し、で、そこからアイデアを抽出し、というような、ぐるぐると、プロセスを回していくっていうのが、フィールドワークの基本的な工程の、ステップバイステップというような形です。なので、現場に行って、五感を駆使し、知覚する。でそこから、研究室だったり図書館だったりに帰ってきて、課題や背景のを文献やデータから調べ、でまた現場に行き、でまた調べっていうのを行き来しながら、問題や関心を深めていくっていうのがフィールドワークの、まあ、基本的な構成であります。でその上で、これは事前の打ち合わせの時に、三宅さんと中村さんと山本で事前に話し合ったときに共通見解として予備調査って大事だよねっていう話をしました。というのも、まあ、実際に一回入ってみることで、まあ、対象地との信頼関係を構築できるっていうのは、まあ、何回か通っているうちにおおお前また来たかっていうふうに、まあ、だんだんと仲良くなって、でその上で話してくれたり教えてくれることっていうのもだんだん広がっていくっていうことが、まあ、事前準備の一つとして大事だなということがあります。でなおかつ本格的な調査、まあ、例えば2時間インタビューします、お願いしますっていうのは、まあ、調査する方も大変ですし、される方にとっても負担があることですし、で逆に言うと、聞きたかったことが聞けなかったみたいになったときに、取り返しがつかなくなってしまうっていうことにもなるので、事前に予備調査をして、本調査はどのくらいの時間が必要なのか、どういったことが聞けそうなのかっていうのを、見定めていくっていうプロセスが大事だよねという話を、っていう、理解でいます、はい、で具体的な方法論についてなんですけど、まずフィールドワークというか、まあ、調査というものには、まあ、主に2種類に対別されます。質的なものと量的なものですね。でまあ、インタビュー調査だったり山陽観察だったりというような質的な調査っていうのはどうしても例えば1万人に1時間などインタビューを取りますみたいなことは無理なので、どうしても人数は少なくなってしまうんですけど、ただ全体像を把握するっていうには、必要かなと思います。でその全体像を把握した中で、それを具体的に、じゃあそれが本当なんだろうか、どのくらいの、なんというか割合でその意見は共有されてるんだろうかっていう、仮説の検証だったり、位置づけの把握っていうときに量的な調査っていうのを行います。
で、まあ、どちらかというと作品作りをするときには、まあ、質的な調査からを中心にすることが多かったり、逆に技術祭を企画したり、まあ、それを、行政とか公的な予算を取ろうというときには、量的な調査をやるっていうことが、まあ、中心になってくるのかなとは思います。はい、で、この調査を設計していく上で、まあ、いくつか、まあ、ポイントがあるとは思うんですけど、まあ、何かしらテーマを設計するっていうときに、まあ、例えばテーマが広すぎると計画自体がなかなか具体化していかなかったりすることがありますよね。で、逆に狭めすぎると、テーマに調査を寄せていきたくなってしまうというか、テーマが狭すぎると調査自体の制約になってしまうということもあると思います。なので、まあ、段階的にテーマを、現場と文献を往復しながら狭めていくっていうのが、やり方になっていきます。はい。で、まあ、どこで調査するかっていうことについては、まあ、先ほどアンケートで、まあ、芸術祭とかに参加するために、地域での調査を始めましたっていうことが、まあ、多かったんですけど、そういうふうに、まあ、最初に場所ありきになっている場合だと、どうしてもなぜその場所なのかっていう深掘りの、まあ、選択肢が難しくなってしまうっていう側面もあるとは思います。はい、なので、まあ、より深くリサーチして、なぜその場所でやる、その調査が必要なのかっていうことを深めていくってことが、より良いリサーチのためには必要になってくるのかなと思っています。で、その上で、その場所で誰にアプローチするか、どうやってアプローチするかっていうところで、まあ、もちろん聞く人によって立場や意見の違いっていうのは当然出てくるところではあるので、その上で誰が一番この問題については詳しく物事を知っているんだろうかっていうのを、調べていくところからは、リサーチっていうのは始まっていくところがあります。で、そういったものを、まあ、何度か現場と、文献を往復していく中で見定めていくっていうのが、調査設計の流れになります。はい。で、まあ、記録っていうのが、まあ、フィールドワークの基本ではあるんですけど、この中で、まあ、とにかくフィールドワークは記録から始まるという話は先ほどもしたんですけど、話を聞きながらメモをするのが基本ですし、で、まあ、なかなかメモしながら話を聞くのが難しい場面っていうのも当然実際には出てくるので、そういった時には忘れないうちにとにかくメモに残しておくっていうことが大切になります。というのも人間の記憶っていうのは本当にたやすく変わってしまうので、あの時、ああ、メモし忘れてしまったというような話は、あるあるネットし、えっと、よくある話ですし、そういった具体的な話は後ほど三宅さんからもしてもらうことになっています。で、メモをその日のうちにもう一度、文章をやずにまとめ直すっていう作業が、まあ、フィールドノートなんですけど、こういった作業も大切になってきます。はい。で、どうしても記録っていうと、録音とか録画とか、まあ、あと写真を撮るっていうことが、まあ、これだけ、まあ、スマートフォンで何でもできるので、どうしても知ってしまいがちですし、便利なんですけど、ただこれは実は、まあ、時と場合、人によってメリットとデメリットがあるという話を後ほどいたします。はい。で、これが、まあ、フィールドワークの倫理に関わってくるんですけど、論点は3つあると思っています。まず1つはインフォームドコンセント。次はプライバシーの問題。で、3つ目が立場性の問題ですね。はい。で、インフォームドコンセントについては、まあ、調査に協力してもらうときに、これだけの項目は事前に理解を得てくださいねという項目が、まあ、各大学の倫理規定で決まっていたり、学会の倫理規定で決まっていたりというのは、まあ、研究、特には人に対する調査については、各学問分野領域において、決まっていたりします。で、これ一例なんですけど、まず調査の目的、あなたは何のためにこの調査をしているんですかってことをちゃんと理解を得てくださいねと。で、調査主体は誰で、責任者は誰で、どこに連絡したらいいんですかっていうのをちゃんとお伝えしてくださいねと。で、この結果っていうのはどう利用されますか、どう発表されますかっていうのはちゃんと共有しておきましょう。で、この調査で得られた、まあ、秘密にすべきことは、ちゃんと保持しなきゃ、ちゃんと保持しますよと。で、目的以外には使用しませんよということをちゃんと約束してくださいね。で、最後に、もしこの調査に協力を拒否しても不利益はないことをちゃんと保証してくださいよと。まあ、こういったことが、事前に調査に協力してもらう前に理解を得てもらうということが、必要な、まあ、ルールとなっています。はい。で、まあ、プライバシーの問題なんですけど、まあ、先ほど申し上げた撮影、録音、録画の問題なんですけど、まあ、実際、撮る前に、ちゃんと許可が必要になってきます。ただ、写真撮っていいですか？おえよ、ええよ、ぐらいだと、
そんなにその対象者の行動は変わることはもしかしたら少ないかもしれないんですけど、これ録画してますからね、録音してますからねといった場合に、喋ってくれる内容の幅を狭める可能性というのは当然出てくるんですね。なので、まあ、実際的なところで言うと、これ中村さん、三宅さんに聞いたところ、まあ、会話についてはフィールドノート、まあ、メモを取って後でノートにまとめ直すということをし、で改めて、最終的に残すものとしてインタビューするときには、録音するというような二段構えで構成しているというお話でした。でもう一つ実際的な問題として、特に産業観察のように24時間その共同体に入り込んでますみたいなときに、すべてを録音録画できるかというとできないし見返せないので、そういった実際的な問題もあります。はい、でもう一つ秘密保持については、まあ、もちろん秘密は守らないといけないんですけど、ただなんというかアーティストというかアート作品の中によってものによっては、例えば腐敗を暴くというような、まあ、政治的な意味合いを持たせた作品制作っていうのも当然あり得るわけですね。で、まあ、もちろんあなたがどういったアーティストですか、これはどういう企画ですかっていうアーティストとしての態度みたいなところでも関わってくるところではあります。ただ当然そういった挑戦的挑発的な作品を作ることによってフィールドとの関係性っていうのは、まあ、今後変わってくるところはありますし、で、まあ、モラルと良識の問題っていうところでもあります。ただ少なくとも調査の許可は事前に得る必要はありますし、で公開前に掲載しますよという許可を得るっていうこの2点については多くの場合踏むべきステップかな。逆に言うと、まあ、事前に許可を得られていて、でちゃんと公開する前に許可を得られる範囲においては、まあ、最低限、進めても良いところなのかなというラインなのかなという、認識でいます。はい、で実例なんですけど、今年の横浜トリエンナーレで飯山由紀さんが、ある年代以上の在日コリアンの障害者に対する制度的な差別の問題に向き合う人々と研究者へのインタビューからなる170分くらいの映像作品を、制作発表していました。でこれは170分もある映像なので、なかなか会場で全部見るのはちょっと正直厳しい、多くの人ができることではなかったんですけど、ただ会場内での写真撮影 NG で、で今後ウェブで公開することもないと、でこれは取材対象者を守るためですという、そういった発表方法の制約を設けることによって、発表した、作品というものが もありました。はい、で最後に立場性の問題についてなんですが、まあ、これはまあ、アーティストが地域と、まあ、どれだけ関係性を成熟できているか、君だったらここまでやってもいいよってどこまで許してもらえるかっていう成熟度によるところの問題があると思います。でもう一つ、その地域においてアートってどう思われているか、あるいはアーティストってどう思われているかっていう理解とイメージの問題によって変わってくるところがあって、まあ、多くの場合初めてアートが地域に入り込むときにはアートってよくわからんけどノーみたいな感じの言われ方イメージをすることが、まあ、多いとは思います。ただ、まあ、そこからどう理解してもらうかっていうプロセスの話もなんですが、それ以前に、本人が意識していなくても、例えばなんか10年前になんかアーティストって人が来てなんかあれこれ騒いでいったけど結局何もならんかったのみたいな話が実はすでにあったりして、地域の中でアートのイメージがめちゃくちゃ悪かったりするところからスタートするっていう場合もちらほら実は聞いたことがあります。でそういった前提条件を解きほぐしていくっていうところからスタートするっていうのは、もしかしたら必要になるケースがあるかもしれません。はい、であとは取材したときに、まあ、作品まあ、調査対象、まあ、5人例えば5人とか10人にインタビューして、その5人10人の意見が大いに食い違っていて、それをそのまま作品にしていいもんだろうかと悩むような場面というのも出てくるかもしれません。そこは当然、まあ、なんというか今後そのフィールドとどういうあなたが関係をあなたが取っていくかということにもよりますし、で逆に言うと、まあ、作品っていう、まあ、ある程度抽象度を上げるっていうこともできるので、文字とは違って、なのでその辺はなんていうか作品にしていく過程でうまく処理していくっていうことが求められるし、アートはできる可能性があるとは思っています。はい、で最後に事例の紹介なんですけど、京都グラフィーが先日開催されていました。でここでオマール・ビクトル・ディオプさん、まあ、この人も実はアフリカ出身で今日はアフリカの話題をたくさん触れているんですけど、彼が、京都の増形商店街という、まあまあ、実は僕の大学時代の生活圏でもあったんですけど、まあ、すごく元気な商店街
です。でここで、垂れ幕をそこの商店街のお店の人たちの写真を撮って、それをコラージュにして、で、垂れ幕にして掲示するという作品を発表していました。で、まあ、京都グラフィーでこの作品を見に、まあ、観光客だったりアートファンたちがやってきて、で写真を撮ったりしているのを、でその目の前でこの作品に写っている店主さんたちが普通に接客してたりするんですよね。でそれって彼らにとっては、おあれあれわしなんだよって、ちょっと関西弁じゃないのでちょっとあれなんですけどっていう、なんというか単純に嬉しいハッピーなことでもあったりすると思うんですよね。でそういうふうに対象者と、まあ、作品を通じて商店街自体を明るくする、自分たちも嬉しい、で作品としても成り立っているっていうような、三方よしな、制作にできるのが、まあ、一つ分かりやすく理想ではあるなという、まあ、事例紹介を最後にしておきます。はい。でまあ、文献についてはいろいろあるので、後ほどまた ご紹介、改めてまとめて Facebook ページやメールなどでご紹介をさせていただきたいと思っています。はい。では最後に、三宅さんから、実際国内での調査もされたことありますし、で海外でもナミビア、ベトナムあたりで長期の調査を経験されているので、まあ、こういった教科書通りの、フィールドワークを進めていくということと、あと、まあ、なかなかそれだけじゃうまくいかないという実際問題もありますので、そういったリアルなお話を共有いただくことにしたいと思います。はい。三宅さんお願いいたします。はい。じゃあ早速始めていきたいなと思います。映ってますかね。はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、ご紹介に預かりました三宅です。まあ、今までちょっと密度の高い発表続いたかなと思うんですけど、まあ、事例紹介なんで結構ラフに聞いていただければなと思います。あ、はい。ですね、まあ、私生まれは岐阜県那市っていう、まあ、割と田舎のところなんですけど、高校を卒業するまで岐阜県にいて、大学進学を機に岡山、まあ、岡山大学に行ってたんですけど行って、で大学院で中村さんと同じ京都大学のアジアアフリカ地域研究科というところで、まあ、アフリカの研究をしてました。で、今は社会人になって、まあ、日系企業で東京で働いてます。で、まあ、今回ちょっとフィールドのお話をしようということで、まあ、私、まあ、フィールドワークって基本的に結構一つの場所に長期で入るとか、まあ、多いし、まあ、ある意味理想なのかなというふうに思ってるんですけど、まあ、いろんな縁があって、こうやって国内外、この岡山県、香川県、島根県、ベトナム、ナミビア、まあ、いろんなところで、まあ、ちらほら調査させていただく機会があったので、まあ、そういったところ経験をお話しさせていただければいいなと思います。で、まあ、早速時間もないので国内の事例から説明、まあ、お話しさせていただきます。で、まあ、時系列順にご説明させていただきますと、まず、一番最初に行ったのは島根県隠岐郡安間町って、まあ、ここになるんですけど、まあ、ここは島根の境港から、まあ、フェリーで4時間、高速船だとまあ2時間くらいで行けるところ、まあ、ちょっと遠いんですけど、まあ、に位置します。まあ、ここは結構町おこしだったりで有名のところなので、まあ、本日聞いていただいている人の中にも、まあ、知ってる方は結構いらっしゃるんじゃないかなというふうに思ってます。で、まあ、ここでは、まあ、地域活性化っていうのと教育っていうののまあ関係っていうのをまあ考察してました。で、すいません、ちょっと説明が前後しちゃって申し訳ないんですけど、ここは大学の学部の授業の一環、研究室の授業の一環で行きました。でですね、次に行ったのが岡山県の北の方にある、まあ、津山市の阿波地区っていうところですね。ここは1泊2日の調査を行いました。ここ、地理的に言うとその岡山市から車で、まあ、2時間くらいの場所にあって、まあ、山あいの村というか地域になるんですけど、ここ平成の大合併で津山市に吸収されたんですが、もともとは村として独立した自治体として存在していました。まあ、そんな経緯があるので合併後もまあ、ここ地域として自立していこうということで NPO なんかが、まあ、設立されて積極的に村おこしがされてきた地域です。まあ、ここではその森林活用、林業盛んだったんで森林活用と、まあ、地域の在り方みたいなのを調査してました。で、まあ、最後に
行ったのが、ご存知の方はめちゃめちゃ多いと思うんですけど、香川県の直島ですね。ここは1日しか行く機会がなかったんですが、調査を、日帰り調査してきました。で、ここは、山本さんの方がだいぶ詳しいかなと思うんですけど、アートとしてはもちろんすごく有名な島ではあるんですけど、もともとはその銅の精錬の島として、100年近くの歴史があるところです。そこでその精錬場っていうところとその住民の方の関係、関係というか、そうですね、を調査しました。で、じゃあフィールドワークの準備のところ、山本さんからちょっとお話はいただいたんですが、具体的にどんなことをしていたかっていうところをご説明させていただきます。で、調査のステップで、今、調査のステップ、すみません、これは海士町を事例に紹介、海士町での調査を事例に紹介いたします。で、調査としては、私がそのここに入った時はその学部の講義の実習としてなので、調査全体のそのスタートの取りまとめっていうのは先生教授が実施しました。なので、ここはちょっと私は関与してなくて、私がまず始めたのは研究計画っていうのをまずフィールド、調査に入る前に書きます。共有されてますかね。これが、基本的に私が当時書いた計画書なんですけど、ちょっと拙いのでなかなか恥ずかしいんですが、項目としてはテーマがまずあり、テーマの目的と背景、ここに歴史的背景だったり、参考文、文献調査の結果だったりが反映されるわけですよね。で、次に、調査計画には、じゃあその調査は、どういった調査を行うのか、評価の方法というのが調査方法になるんですけど、どういった調査を行うのかで、どういったデータを収集したいのか、その聞き取り調査のみでなく、その統計的なデータだったり、文献的なデータだったり、その現地でしか取れないデータっていうのを、洗い出しました。で、私はそのインタビュー調査を行う予定だったので、主な調査対象者とその方に聞きたいなと思っている質問を、こんな感じでつらつらつらっと書いてます。で、2日間しかなかったんですけど、こんな感じで、予定、何するかっていうのを書いて、最後に参考文献という形です。っていうのが、ざっくりと研究計画になりました。で、さっきのお見せした研究計画の中に、インタビューっていうのがあったと思います。で、なので私の方からそのインタビュー、質問される側の方にですね、電話やメールなりでインタビューのアポを取りました。そのインタビューをじゃあその実施する前に、これは結構人それぞれだと思うんですけど、私は結構準備して入りたい派だったので、真面目に。なんで、聞き取りに際して、テンプレみたいなものを作っていったんですね。で、それがこれに当たるんですけど、説明1個ずつしていくと、調査日、これ私結構大事だなって思ってて、すごいうっかりして、ここを書き忘れちゃうこととかがあるんですね、普通にメモノートに取ってたりすると。これ意外と重要かなと、この辺重要かなと思ってます。でも、こんな感じで聞き取り相手の方のプロフィールを事前に書いて、あとは埋めるだけにして、この質問ですよね、さっき調査計画に書いたようなつらつら書いてた質問を、こんな感じでフォーマット的な形に落としてました。これでも本当に個人の趣味なので、皆さんやりやすいやり方を編み出していっていただけたらなと思います。駆け足になったんですが、ここまでが準備ですね、調査に行くまでの準備で、じゃあ実際その地域に行きます、入ります、調査をしますっていうのがあった後に、帰ってくるわけですよね、元行った場所に。そしたら、調査に協力してくださった方に対して、お礼状を出しました。今回、ちょっと手書きであの時出したので、すみません、今、共有はできないんですが、お礼状を出して、その後、報告書っていうのは、これ授業の一環だったこともありますし、何かしらの成果物っていうのは、ね、出すものだと思うので、報告書、こんな感じで出しました。テーマの背景、こうやって写真をね、
入れてるんですけど、まあ、この写真すごい大事なので、なんかまめに意識的に撮るようにした方がいいのかなっていうふうに私はなんか自分の反省として思ってます。で、まあ、こんな感じで、聞き取り対象の方の情報を、まあ、公開することが成果物としてあるかなと思うんですが、このあたりのぼかし具合、もうこれ見る人が見たら絶対誰のことか分かると思うんですけど、まあ、この辺のぼかし具合っていうのはなんかちょうどいい塩梅のものを、まあ、考えていただいて、まあ、発表してもらう必要があるのかなというふうに思ってます。はい、じゃあすごい駆け足なんですけど、まあ、国内調査で、まあ、やっぱりいろいろ難しかったなって思うことはあって、まあ、特に聞き取り調査ってすごい難しいなって感じた経験がいくつかあったのでお話しさせていただきます。まあ、今最初に説明したように、私が行った国内の調査って、まあ、割と数日の短期的な調査だったんですけど、まあ、中長期的に地域に入って調査をしていくっていう視点に立って、まあ、私の失敗エピソードをなんか聞いていただいて、何か得るものがあればいいなっていうふうに思ってます。で、まあ、まずインタビュー調査ってすごい、まあ、聞き取り難しいなって思ったところなんですけど、まあ、さっきお見せしたみたいなテンプレ的な質問シート調査シートを携えて、まあ、アマチュアの方に聞き取り調査に行った時に、まあ、失敗したことがありました。で、まあ、私はあんな感じですごい書き連ねてたと思うんですけど、まあ、たくさんね聞きたいことがあったんで、質問票に沿って、まあ、機械的にというか、まあ、質問をしていたら、まあ、その会話の空気といいますか、そのインタビュー員の方との、まあ、なんか空気感みたいなちょっと怪しくなってきて、まあ、私もすごい質問しづらくなってしまって、で相手もちょっとなんか答えづらいというか、なってしまって、まあ、インタビューとしては割と失敗だったなというふうに思って、という経験がありました。で、まあ、なんか今、まあ、その後に、まあ、なんで失敗したんだろうっていうのを考えてみたんですけど、まあ、やっぱりインタビューの方との関係づくりにすごく甘さが、関係づくりとか、まあ、距離感の見誤りがあったのかなというふうに思ってます。まあ、調査って一泊使っていうその短期的な日程で行ったんですけど、まあ、そのインタビュー実施前にはその非調査者の方ですね、とはなんかメールでのなんか事務的な連絡やり取りしか行ってなくて、まあまあ、いわゆるほぼ初対面でそのインタビューを迎えるわけですよね。でなんで、まあ、その初対面の人に与えてもらえる情報、その初対面の人間に教えてくれる情報って、まあ、かなり限られているっていうことを、まあその時の私はなんか結構調査に必死であまり分かってなくて、まあ、なのになんか結構踏み入った質問とかをしてて、まあ、すごいその山本さんもさっきの、ね、説明でおっしゃってくださったんですけど、予備調査でのまあ信頼関係づくりとか、まあ、関係づくりすごく重要だし、まあ意識していく必要がある、調査を成功させるためには意識していく必要がある部分だなというふうに思いました。で、まあ、そのインタビュー前の予備調査っていうのの重要性を実感した出来事が、まあ、私は結構もう一個あって、まあ、地域に入るときってなんかまあ、皆さん家庭を持ってね入ると思うんです。でなんか地域にまあ興味があって、そのなんだろう、地域のことを調べれば調べるほどなんか家庭ってすごい期待みたいな、期待に近しいものになるなって思ってて、まあ、私の場合がそうだったんですけど、まあ、その期待に満ちた状態という感じでなんかフィールドに入るわけですよね。でなんかそしたらなんかその地域に入った時にその期待が、まあ、言い方はちょっとあれですか、肩透かし的というか、まあ、その自分の期待がすごいもう上回ってしまっていった時に、まあ、どうしたらいいのかっていうところで、まあ、自分のねその持ってた過程をまあ、肯定するための材料作り、材料集めに、まあ、材料を作っちゃダメですね、材料集めに勤しむのもいいかもしれないんですけど、まあ現地のありのままの地域場所見て、まあ、人を見て人たちと接して、まあ、なんか調査のトピックすらもその自分が持ってたなんか家庭みたいなのを一旦置いといて、調査のトピックすらもなんか変えてしまうのも一つフィールドワークの面白さなんじゃないかなっていうふうな気がしてます。でなんか私、まあ、この私の場合はその直島で調査した時に、まあ、直島ってやっぱ行く前はそのアートに注目してたんですね。アートの島だし。で、まあ、地元にそのアートっていうなんか異質なって言っていいか分かんないですけど、まあ、ものが入ってきた時に、まあ、それに対する人々の感じ方みたいなものに、まあ、漠然と、まあ、興味というか、何かギャップがあるんだろうなというイメージを持ってました。まあ、なんですけど、まあ、その一旦行ってみて、
って、まあ、日帰りの調査だったんですけど、まあ、自分が思ったよりもそのまあ、現地とか、まあ、人々はナチュラルにその自然にアートを迎えている印象を受けたんですね、自分の持ってた印象よりも。まあ、一方でそのいろんな方にお話を伺う中で、まあ、今まであんまりその意識していなかった精錬場の話をなんかたくさん聞くことができて、なんかそこのギャップにまた面白さを感じて、テーマを変えて調査も若干してました。まあ、こんな感じで、まあ、私は現地に赴いて、まあ、その場所に立ってみて人々と話して同じ空間を共有しながら自分の価値観であったり考え方がなんかいかに普遍的なものではないのかっていうのをすごく感じました、思い知りました。で、まあ、実体験を持ってこういう感覚をなんか、まあ、学部生だった得たわけなんですけど、まあ、学部生の、ね、頃の私はそれがすごくなんか衝撃的で、まあ、なんか現地で、地域を見るっていうのはなんか同時にその自分の価値観とか、まあ、自分自身を見つめ直すことであるなというふうにすごく感じました。で、まあ、なんかその感覚がすごく新鮮だったこともあって、大学院ではなんかもっと、ね、本格的なフィールドワークに挑戦してみたいなと思って進学を決めました。で、まあ、ここから国内を出て海外の事例2件説明させていただきます。で、まず、これは一番最初の海外の調査で、これは学部の卒論の調査で行ってきました。ベトナムの、ティエンザン省ビンキ村というところで、このベトナムの南部のメコンデルタ地域というところ、メコン川沿いのティエンザン省というところに行ってて、まあ、ここはすごくなんだろう、稲作が盛んな地域なんですけど、にもかかわらずこの私が行ってた村ではこういうこのスターアップルっていう、まあ、果物が集約的に栽培されていると、なんかそういうちょっと特異的な特徴を持つ地域だったんですけど、まあ、そこでじゃあなんで、まあ、こういった稲作地域で、まあ、この果樹の生産地、またこのまあ流通の拠点にもなってるので集積、まあ、流通の拠点になってている、まあ、地域が形成されたのかっていうのを、まあ、ベトナムのその社会的背景だったり住民組織、まあ、住民の組織だったりに着目して考察しましたっていうのが、まあ、卒論調査です。これはまあ2週間ですけど行ってきました。で、大学院で行ったのが、まあ、就労の調査のために行ってましたが、こうアフリカがあって、この南の方、南部アフリカのナミビアっていう国の、まあ、国の中ではその北の方になるんですけど、のハングエナ州エコカ村というと、まあ、村、農村に行ってました。農村というか、まあ、村に行ってました。で、この期間は、通算でまあ半年、3ヶ月で半年行ってました。で、まあ、ここで、やってたことなんですけど、まあ、少数民族の方がもともと誘導生活してたんですけど、じゃあなんか定住するようになりましたということで、まあ、政府から土地が与えられてるんですけど、まあ、その農場が、まあ、その中には含まれてて、まあ、でもその農場はそのナミビアの国の中でマジョリティの民族である、まあ、オバンボっていう人たちに、まあ、たまになんか勝手に使われちゃうみたい な, なんかそういうことが起きてて、まあ、なんですけど、彼らはすごくなんだろう、まあ、コンフリクトなんかも生じさせずに、まあ、いい感じに暮らしてるわけですよね。まあ、なんかそこに私はすごく面白さを感じて、まあ、そのなんでなんだろうっていうところを、まあ、興味として調査してました。で、まあ、ここから調査の、まあ、実際的な話になっていくんですけど、まあ、まず海外渡航の準備、まあ、これ、まあ、渡航で書かせてもらったんですけど、まあ、海外に行くとき、まあ、調査で海外に行くとき全般の話として、まあ、聞いていただければなと思います。まあまあ、すごい当たり前の話を、ね、これからするんですけど、まあ、このなんだろう、まあ、前提として、まあ、アフリカだからとかではなく、なんかまあ、なんだろう、まあ海外旅慣れた人でもなんかこういうのはもう一回再認識してもらえればいいなと思って載せたスライドなので、まあ、そういう気持ちで聞いていただければなと思います。まず、予防接種とは大事ですという話で、まあ、狂犬病とかは本当に発症したら、まあね、死んでしまうまあ、あれなので、まあ、こういう予防接種って、まあ、意外とすごいちゃんと打ってた方がいいと思います。はい、自分の健康のために。で、あと薬なんですけど、まあ、この辺の
あのマラリア薬効性剤、これ日本で買えるんですけど、まあ、現地でももちろん買えます、まあ、なんですがやっぱり薬って必要な時にその場で使えるっていうのが一番あの必要だと思うので、まあ、私の場合はすごいあの日本から持ってってました。あの現地でも買えますけど、で、これが意外と大事だなって思ってて、まあ、海外あの日本で入ってる保険って全然海外行ったら使えないし、海外行く時ってその特有の保険を、まあ、あの申請というか、まあ、あのしない契約しないといけないと思うんですけど、あの、まあ、結構クレジットカードについてるやつで行きますとかっていう人も、まあ、旅行とかだったら多いと思うんですけど、やっぱりフィールドで調査してるときって何があるかわからないし、それって、まあ、万が一のことがあったら、やっぱり現地の人にもあの、ま、迷惑をかけたりするわけですよね。まあ、なので、ちょっとこの辺はあのちょっと丁寧に考えてもらえればなというふうに思ってます。で、最後、これもすごい当たり前だし、なんか言われなくてもわかるよと思うかもしれないんですが、ビザって本当に大事で、まあ、私もちょっとこれの関係で1回目の渡航のときにね、ちょっとなんか逮捕されそう、逮捕っていう。まあ、あれ報道でもないですけども、ちょそういう本当に大きなトラブルがあったりしたので、まあ、このビザは本当に調べてあの丁寧にやって入っていただければなと思います。で、まあ、こんな感じで、まあ、調査を進める上で一番大切なのは健康安全ということをあのずっと私は学部の時の教授から言われていたので皆様にもお伝えしました。で、まあ、その海外調査についても、まあ、エピソードをお話しできたらいいなと思っています。まあ、長期で、その国内は短期だったんで、まあ、長期でフィールドに入るってどういうことだろうという視点でお話ししたいなと。で、まあ、前のスライドで話した通り、まあ、現地調査するにはその肉体的、精神的な健康が、まあ、第一なと実感したことがあって、まあ、それは初めての海外調査はベトナムの時だったんですけど、まあ、ビザの関係で私2週間の期間しか2週間という期間しかベトナムに滞在できなくて、まあ、割と強行日程が組まれてたんですね。で、まあ、最初の数日はその日本から一緒に行った教授と現地の教授と、まあ、その生徒とプラス私っていうメンバーだったんですけど、まあ、教授たちは村を出てからは私とその現地学生っていうまあ、3人くらいで調査をしてたんですけど、まあ、この彼らはすごい若いし、まあ、その地元自分の地元だしバイタリティもあるし、でなんか朝から夕方とか夜までがっつり予定をねめちゃめちゃ組んでくるわけですよ。すごいありがたいんですけどね、ありがたいんですけど、まあ、なんですがなんか、まあ、熱帯気候ベトナム暑いしなんかスケジュールもすっごいハードだし休みもないしってことで、まあ、肉体的にも精神的にも私結構疲れ果てててなんか、まあ、疲れててなんかもう途中でなんか調査をちょっと半日休ませてほしいと、まあ、なんか頼んだんですね。もう限界だなと思って、まあ、そしたらなんか頼んだら頼んだでなんか時間がないのにそんなんでいいのみたいな感じでなんか現地の方に、まあ、ちょっと小言とか言われたりしたんですけど、まあ、結局休みました。まあ、なんですがやっぱり今思ってもあれはいい選択だったなっていうふうに考えてます。まあなんか、まあ、アンケートでも結構、まあ、長期で入られてる方いたので分かるかなとは思うんですけど、まあ、想像以上になんか長期のしかも海外の調査ってなんか日本で今自分が想定しているようなこととは別次元なんだなっていうふうに私は思ってるので、まあ、その気力と体力って命綱だなっていうふうに実感しますし、なんかそういうのはまあ、念頭に入れ続けていただければいいのかなと思います。で、まあ、今もうすごい基本的なことだったんですけど、もう一個基本的だけど重要なことがありまして、まあ、私がその海外で調査していた地域って2つとも、まあ、その国の中では、まあ、地方にあたるエリアで、まあ、だからこそなのか分かんないですけど、まあ、言語の課題っていうのがまあ結構大きくてですね、調査はどちらもまあ英語を話すことができる現地の方の通訳っていうのを介したんですけど、まあ、そのナミビアではその、まあ、滞在期間がある程度長かったんで、まあ、現地語の習得に努めてました。まあ、もちろんその通訳さんというか、まあ、通訳やっとってるので雇ってるというか、まあ、現地の方に通訳してもらってるので、調査自体を進めることは、まあ、それで可能っちゃ可能であったんですが、まあ、やっぱりその国の人の、まあ、その人たちが話している言葉っていうのを学ぶ姿勢っていうのは、まあ、相手へのリスペクトを示す、まあ、すごいいい姿勢になるんじゃないかなと思ってます。まあ、もちろんその相手へのリスペクトを示すってすごい大事なことだと思うので、まあ、
でもかといって言語って、まあ、そう簡単にできるようになるものじゃないですが、まあ、こうやってなんかいろんな姿勢からその地域に入るっていう工夫を地域にまあ入れさせてもらうっていう工夫を凝らしていくのもなんかフィールドワークの面白さの一つなんじゃないかなっていうふうに私はすごいずっと感じてました。はい。で、まあ、最後に、ナミビアで、まあ、ナミビアのフィールドで私が、まあ、いろいろと、悶々と考えさせられたエピソードのお話をさせていただければなと思うんですが、まあ、そのナミビアで調査したときに、まずはじめに、村の、まあ、全戸、まあ、全100世帯未満とかなんですけど、を対象に調査、世帯調査をしました。まあ、日本のように戸籍情報がそうきっちり管理されてるわけじゃないので、あの村の人へのまあ挨拶も兼ねてみんな家族構成を聞いて回ったんですね。で、同居する人の名前と生まれ年と本人との間柄っていう、まあ、あのそういった情報を聞いてました。まあ、なんですがそれがなんか自分が想像してたよりもあの聞かれた方その村の人にはな答えるのが大変で、その家の戸棚からなんか ID カードを引っ張り出してこないといけないくらい、なんかそれくらいちょっとなんか負担になってしまったんですよね。なんかそんなことしてたらやっぱり数日経つうちに、まあ、謝礼って言ってもなんだろう、まあ、食べ物とか、なんですけどをなんかまあ求められるようになりました。まあ、当初はなんかそのことにちょっとなんかギャップを感じたというか驚いたんですけど、まあ、考えてみれば当たり前っちゃ当たり前だなというふうに今思ってて、なんていうか、まあ、相手から何かをしてもらうにはなんか自分も私も相手の利益になることをしないといけないですよね。まあ、だからその時から私はなんかこの場所に来てこう調査でね入ってて、なんか情報を受け取るだけじゃなくって、まあその地域であったりその私の目の前にいる人に何をギブできるのか与えるということをなんかそのすごい意識するようになりました。まあ、でも結果そのほんのね半年通算半年足らずっていうその現地の経験ではなんか私の中では何も分かりませんでした。でかつまあ今はもう博士に進学することもなく、まあ、企業に就職しているので、まあ、フィールドに行くこともない、現地の人と関わることないので、まあ、そういの答えを自分の中で今知ることはできないんですね。まあ、なんですけどやっぱり多少なりともその地域に調査者という、まあ、テイクする側の人間として関わらせてもらったのに、なんか何もできなかったっていうのはすごいなんか今でもなんかこう後悔じゃないですけど心残りになってます。で、最後まとめに入らせていただきます。まあ、地域と私の距離感って書かせてもらったんですけど、まあ、皆さんがまあ、地域に入るっていうのをイメージしていただいたときに、まあ、私はすごい大事にしてほしいなって思ってることがなんか2つあって、まあ、知ってほしいっていうか、まあ、なんか自分が大事にしてたことが2つあって、まあ、1つ目がやっぱり地域へのリスペクト、地域、人だったり場所だったりっていうものへのリスペクトと、まあ、やっぱり自分自身が誠実さを持ち続けようという意識はなんか持って持つように心がけてました、うん、ですし、まあ、持った方がいいんじゃないかなっていうふうに今でも思ってます。で2つ目がやっぱり最後でもお話しさせていただいたんですけど、まあ、やっぱり地域にそのよそ者としてですよね入らせてもらってる時に、じゃあ私がこの場所に与えられるものってなんかまあこれは多分答え、まあ、出ないと思うんですけど、なんか考え続けることがまあ割と大事なのかなっていうふうになんとなく思ってて、まあ、そういう点2点なんか意識してもらえればいいんじゃないかなというふうに思ってますが、まあ皆さん自分らしいその自分しかできない地域での調査だったりなんかその関わり方っていうのを見つけていただければなと思いますので、まあなんか積極的にチャレンジしてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、以上です。はい、ありがとうございました。はい、三宅さんからは、まあ、国内での短期の調査の事例と、海外での長期の事例、調査事例という、まあ、2つの軸からご紹介いただきまして、まあ、最初のアンケートで、まあ、短期的な1週間未満の調査をしている人と、まあ、あとは長期の調査も経験している人と、まあ、どうやら二分されているのかなという示唆もあったかと思うんですけど、まあ、その両方について、まあ、特徴だったり、まあ、できること、できないことっていうのを、まあ、実体験を交えて伺い知れる機会になったかなと思っています。はい、ではちょっとここからディスカッションパートに移りたいので、中村さん、三宅さん、カメラオン、マイクオンにしてもらっても大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。事前に実はいくつか質問をいただいていたんですけど、まあ、そのまま読み上げることはしないんですけど、やっぱりなんか地域と、まあ、
アートはどう関わっていくのかだとか、まあ、アートを代表して、まあ、地域の人にどう理解してもらったらいいんだろうかっていうところで、まあ、悩んでいるというか、まあ、難しいなっていう、質問が事前にいくつか来ていました。で、ちょっと中村さんにお伺いしたいんですけど、こうやってまあなんかアフリカのアートシーンのフィールドワークをしていく中で、まあ、ご自身もともと文化への関心はあったにせよ、まあ、だんだんとフィールドワークしていく中で、アフリカのアートシーンが日本の地域のアートとの関係にも、結びついていくっていうような、ご意見に結びついていくっていうことになったと思うんですけど、なんかフィールドワークをしていく中でなんかどの段階でどういう発見があって今日のご発表のようなところに行き着いたみたいな流れとかって教えていただけますか？そうですね、そう実は今日はアフリカの事例ばっかり言ってたんですけど、なんかこういう類似例がって言って結構日本の陶芸の話をしたと思うんですね。で私は結構日本陶芸のところの地域に入っているとそれこそ何て言うかな、国際的なアートシーンのことを私はやりたいと思ってこの大学に入っていったわけですけど、なんかまあやっぱり備前とかシガラッティだとそういうものとかなりこう遠い風に思っている人がいるじゃないですか、当たり前だけど。だけどその人たちもなんかその人たちのその離れ方も一様ではないというか、それぞれの距離があるんですね。でなんかその人たちが国際的なアートシーンとどう離れてて、でさらに何て言うんだろう、国内的な日展とか何か何だろうな、高島屋の画廊とか、なんか上野とか、なんかそういういろんな自分たちなりの美術の世界とか持ってたり、あるいは陶芸だったら本当に日用の陶器作ってたり、で、それを一人の人が全部やってる場合もあるんですよね。備前焼きとかだったらもちろん。で、そういう国際的な美術、公的なやつで、なんかその生活のやつっていうのの距離感を、まあ、もちろん最初はなんか話が噛み合わないっていう、なんかちょっとしたストレスもあったんですけど、その距離感の観測自体を研究として進めていったんですよ。でそしたらその何て言うかこう距離が何段階か あって違う評価点が存在してるっていうのがアフリカのそういう、まあ、先行研究が若干あるんですけど、そのアフリカの大陸内ではその西洋のアートは通じないみたいな、まあ、そういうことについて詳しく書いた人類学研究とちょっと似てるんじゃないっていうことに気づいてきて、でそういうのがちょっと分かり出したあたりでサミバルジュとか直接会うことができたんですよね。で話聞いてたらやっぱりサミも そらそうやみたいな感じで言ってて、そのこの距離感をどうこうつないでいくかを結構やってるんだと思って、であそれなんですねと思ってこう一致点が見つかっていって、でまあ確かに理屈的に考えてもその非西洋地域が西洋のアートを輸入してで国際化に対応していくっていう時はそれはまあ同じようなことが起こるっていうのはその歴史を見ても分かる後から見ると、まあ、納得的になるなというふうに思ったんですけど、そのギャップのところを自分で感じてこう分かっていたことですかね。なるほど、ありがとうございます。こうやってなんか先ほど宮家さんの発表の中でもありましたけど、まあ、フィールドワークしていく中でもともとまあ、思ってたこと関心があったことから、まあ、いい意味で外れていって、でなんかそれが洗練されていって、まあ、自分の、まあ、意見だったり核になっていくっていうのが、まあ、お二人の研究自体もそうですし、で、まあ、それがそのまま作品発表していくプロセスにも、まあ、応用できること、まあないしは、まあ、アートって何なんだろうかっていうのが、まあ、フィールドの中で入っていく中で、考えていくことをブラッシュアップされていくっていうプロセスにもなるのかなと思っています。はい、あと三宅さんに一つお伺いしたいんですけど、まあ、どうしても、まあ、よそから来たものじゃないですか、フィールドに入っていくって、うん、ただまあなんというか逆に言うと、まあ、短い調査も経験されて長期の調査も経験されて、で、まあ、フィールドでとなんかだんだん距離が近くなっていくっていうこともあると思うんですけど、ただまあ近くなればいいっていう問題でもなかったりするじゃないですか。そういう意味でなんかよそ者だから見出せることとか発見できることとか、なんかそういったことについて教えていただいてもいいですか。はい、そうですね、まあ
ちょっとよそ者だからというわけではないかもわかんないんですけど、そのやっぱり短期で行ったとき、短期で行ったときというか、まあ、その地域に入ったときの最初のタイミングっていうのの、あの新鮮さって多分長期で入ってるとずっと見えなくなってくるものだと思うんですよね。でなんかその時、まあ、例えばそのさっきの事例だとその直島に行った時のギャップをあのお話しさせていただいたんですけど、やっぱり同じことがアフリカというかナミビアでの調査でもあったりして、なんというか、まあ、そのフィールドに入る前に持っていたイメージが変わった瞬間ってすごく、それがその後の調査だったり、その自分の研究テーマ、そのさっきも話していたようなその自分の中にある価値観とかにすごく影響を及ぼしているなというふうに思っていて、まあ、それをなんかどううまく切り取るかっていうのがすごい難しいなと私は思ってるんですけど、まあ、本当に、ちょっと、さっきすいませんフィールドノートを共有するのを忘れちゃったんですっていうことに今思い出して、ちょっとこのタイミングでお話しさせていただきたいんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、フィールドノートを取るわけですよね。ちょっとあんまり結構個人情報とかもあるのでなかなか載せれないんですけど、まあ、こういう形で、まあ、走り書きなんですけどいろいろ書いてて、まあ、だからこういうで、すみません、これはなんか、まあ、インタビュー調査中に撮ったやつなんですけど、まあ、この辺が、まあ、ちょっとその日記的なその1日のスケジュールを、まあ、朝起きた時から書き連ねてたんですけど、つらつらと。でなんかここになんかいろいろ書いてあるんですけど、すごいどうでもいいことも書いてあるんですよね。なんかそのボールペンのインクがなくなったとか、まあ、お昼ご飯こうだったとか、なんかこういうところになんか、まあ、ここにはちょっと書いてないんですけど、その価値観が変わったこととかを言語化して残しておくってすごく、その時はふと思ったことであったりしても、なんか後から見返すと、あ、この時に これが起点だったんだとか岐路だったんだみたいなところあるので、なんかそれってその調査の自分の仕方にも反映されてきますし、無意識のうちに。なのでもうこういう形でやっぱノートを残すって、その山本さんも最初言ってくださいましたけど、すごく重要だなっていうふうに今思ってます。今こんな感じでね、まあ書く何日に何したとか書いてあるわけですけど、まあ、っていうのは自分の経験からは、はい、ありますね。はい、ありがとうございます。まあ、くしくも直島の事例のお話もありましたけど、まあ、僕自身直島に、まあ、3年ほど島で暮らしていて、まあ、島の人のお家の離れみたいなところに住まわせてもらってて、で島の人と日々コミュニケーションするのが仕事みたいなところだったので、まあ、なんていうか、まあ、最初の頃に思ったことと、やっぱり1年住んで2年住んで3年経っていくと、まあ、考え方も当然変わってきますし、で逆に言うと、なんていうか、最初の頃思ってたことをだんだん忘れたりもすることもありますし、でもう一個、まあ、立場的なことで言うと、まあ、ベネッセ関係の財団職員っていう立場もあるので、その上でなんていうか、その上で三菱マテリアルの精錬所についてコメントをすると、まあ、何かしら色がついてしまうっていうことも、まあ、なきにしもあらずっていうところもあります。その上で、まあ、ベネッセの色がつかない立場で直島について外から入って地域についてリサーチをして、まあ、何かしらの形で発表するってことは、まあ、それは外の人だからこそできることっていう側面も、うん、まあ、当然あったりはするというのはあるとは思います。はい、でそうですね、もし何か質問などがありましたら、コメントとかでいただければ随時拾っていきたいと思うんですが、ですね、今回実は、何名かの方に Zoom にも申し込み制で参加をいただいているんですが、差し支えなければちょっとコメントとかいただけたらなと思うんですが、差し支えない方ちょっとカメラとマイクをオンにしていただいてもよろしいでしょうか。いかがでしょうか。いかがでしょうかと言ってもなかなか難しいかもしれないんですが、そうですよね。こんにちは。あ、はい、こんにちは。あ、じゃあ、こ、あ、あの、今日はありがとうございます。はい、ありがとうございます。と申します。すごい具体的な事例たくさん聞かせていただいて面白かったです。ちょっと私は大学半年間だけ大学院の授業で、まあ、フィールドワークがとするっていう内容じゃないんですけど、自分の研究のためにしていて、でその時のことをすごく思い出しました。
じゃあ特に最初の、あの、入った時に、外から来たから、こう、わかるインパクトがあるっていう話がすごい共感できて、あの、私が、研究テーマにしていたのは、その、ロンドンだったんですけど、ロンドンでホームレスの人に、電車の中で、直接小銭を頼まれた時に、どう反応すればいいのか。まあ、これ、あの、多分地元の人もみんな、あの、気まずい顔してるんですけど、でも、ある意味慣れてはいるんですよね。ただ、私、それが直接、こう、しかも外じゃなくて、車内っていうのが結構自分の中でインパクトがあって、で、そこから、一体どうすればいいんだろうっていうことを半年、そこからコロナの関係でまた、東京に戻ってきて、で、東京になった時に自分の意識もまた変わるんですよね。なんか、そういう、こう、場所によって、その、研究者として、こう、見方が変わっていくっていうこととかも、なんかこう、今日お話聞いて改めて考えました。はい、あと、これもう一つあの質問なんですけど、私、美術と教育について少しあの自分なりにこうまだ今仕事探し中なんですけど、あのやっていきたいなと思っていて、でその美術って考えたときにすごくこう自分の中でこうテーマを探し出すっていうことがすごい大事な力になるなと思ってるんですけど、ちょっと正直そういうその問いを見つけるような目っていうんですかね、そういうのが大学だったらやってると思うんですけど、小学校だったり、まあ中学校だったり、そういったところで、どういった、こう、なんか美術の中でアプローチができるのかな、なんてちょっと、あの、思ってて、もし何かご意見だったり、あればお聞きしたいなって思います。はい、小学校、でも本来、これも、あの、僕は何の専門家でも知見もないので、あの、あれなんですけど、でも多分小学生とかで、まあ、地域調査とかよく総合学習とかで僕はやった記憶があるんですけど、それなんかと、まあ、なんか美術ってやっぱ科目が違ったり先生が違う都合はあると思うんですけど、で総合学習ってやっぱりレポートで最終的にまとめたりすると思うんですけど、もしかするとあの絵とか造形物とかそういった形で地域で、まあ、調べたこと発見したことを表現してもらうっていうやり方はもしかしたら小学生にとってやりやすい可能性もあるのかなとは思ったりはしますね。はい、いかがですかお二人。あれですね、なんか私もあの教育学とかは全然あの素地はないんですけど、あのそうフィールドをやってるうちにあの、かなりのアートセンターとかそういう子ども教室とかをやってるので、なんかそういうふうなのを見ることがかなりあったんですが、あのさっき山本さんおっしゃったようにあのなんかまあ、なんか作りましょうみたいなのがあるんですけど、それを、まあ、大体その、なんていうかな、その地域のテーマだったり、あとなんか、何月だからこれしましょうとか、なんか、例えばなんか宗教とかで何月で何あるとか結構あるんですけど、そういうのにしなみながらやるところが多くて、あの、信楽のあの、今日、陶芸の森の話をちょっとしたと思うんですが、そこがやってるちっこプログラムっていうやつも、なんか、陶芸作るんですけど、なんか、あの多分ね総合の時間に入れてもらってるんだと思うんです。それこそ、うん、あのなんで信楽焼が有名かっていうと、あの琵琶湖がもともと本当はもっと広くて、だからここは水の下だったから土が柔らかいんですよみたいな、なんかその話とかから入ることによって、あのこう高学年の子とかのその知的関心にも入るし、あの地域の歴史とか、あと なんかね、あの戦争学習とか6年生とかする時は、あの信楽焼で昔そういう武器とか手榴弾とかも作ってたりとか、そういう工業史っていうのもあるんですよね。だからなんかそういう総合とかなんか高木との関連って美術は絶対にあると思うので、そしたらなんかその芸術的な問いを一人で立てるってなんかちっちゃい子に言われても知らねえってなっちゃうけど、なんか何々の科目でやったよねみたいなチャンネルは美術から相当伸びてるんじゃないかなっていう、はい、そうですね。なんか私が思ってたのはやっぱり日本のなんか教育って、自分が受けてきた教育をベースに話すと、やっぱりアウトプットの方法って教育の枠組みの中で決められていると思うんですよね。なんか今日は作文を書くことをアウトプット、この調査とか、まあ、この例えばじゃあ、まあ、あの研修のあのアウトプットは、まあ、レポートみたいな形で決まってると思うんですけど、
なんかそこになかなかそのアート的な、私はすごいアートに関して門外観なので、あのどういう言葉遣いをしたらいいか分かんないんですけど、その表現、アート的な表現っていうのってなかなか今イメージできないなというふうに思っていて、なんかそういうなんか調査からのアウトプットがアートになるっていう、まずチャンネルがすごいない、イメージできないなって思って、なんかアイディアとかになるのかなっていうふうに今なんか思いました、こう聞いてて。うん、ですね。ありがとうございます。はい、何かの参考になれば幸いです。ご質問ありがとうございます、はい。こちらこそありがとうございました。では、他に参加者から何かコメントなどがもしあれば、あのチャット欄で教えてください。で、ちょっとアートマネージャーラボの熊谷から、コメントいただけますか。はい、あ、いえ、あのまずお礼をと思ってたんですけど、あのお二方の、プレゼンすごく面白くて、あの中村さんの見せてくださったこうエコシステムで循環を作るっていう話がやっぱりすごくあのいいなというか、そういうことをやろうとしてるんだよね私たちっていうことをですね改めて感じたのと、なんかまあアートマネージャーラボでやろうとしてることも結構まあそのエコシステム自体をみんなこうちゃんと認識せずにバラバラ動いている部分がとてもあると思うので、そのシステムを理解したり、あるいは今のエコシステムってどうなってるのかなっていうのをちょっとアートマネージャーラボとしてももう少しこう今ネットワーキングしたいと思ってるので、なんかこう見える化したり記述したりっていうのをぜひチャレンジしたいなと思ったので、なんかその辺もまた相談させていただきたいなという、はい、ところがありました。なのでぜひお願いします。お願いします。なんか三宅さんの話ですごくあの印象的というか改めて思ったのが、やっぱり事前調査とあの関係性づくりの大事さが本当にそこすごく大事だなと改めてあの感じて、やっぱそこをちょっとあの何でしょうね、焦るがあまりに急いで作品作らなきゃとかアウトプット出さなきゃっていうので拙速にこう質問しちゃったりするとちょっと後々よろしくないことなので、そうですね、はい、確かに、なんか何かアウトプットを出すときってきっと期間がねやっぱり決められてますもんね。なんかその期間をいかに、うん、使うかっていうのすごい大事ですよね。まあ焦りますし、うん、確かに。で私もあの、まあ、アート作品に落とすというよりも普段事業評価の仕事をですね、まあ、今日はあの顔出さないですけど石畑と一緒にやったりしていて、でそれもやっぱりフィールドワークというか、まあ、調査させインタビューさせていただくんですけど、やっぱりいきなり言って深い話は聞けないので、まあ、数回こう足を運んで中で本当に報告書を書き上げる直前に大事な話がポロッと出てきたりすることが結構あるなっていうので、あ全然仮説が違ったっていうのが、あ、そう、そうですよね。なんかでも、ね、その発見が面白かったりしますよね。なんていうかあの自分の思ってたなんかイメージが崩れる瞬間っていう、そうなんかあの身近な例でこの後私がまた夕方にやる講座でもちょっと触れるんですけど、桜市立美術館で見て話そうっていう、こう対話型ボランティアガイドさんの育成事業みたいなのの調査させていただいたんですけど、その時も最初こう一人の方が何でしょうね、こう学んで成長したからコミュニティにそれが伝播してみたいなモデルをイメージしてたんですけど、先に場作りとコミュニティの中での居場所があって成長するってというふうにみんなが認識してたっていうことが最後の最後に分かって、あ逆っていう真逆、タイムラインが逆だったっていうのが本当最後のインタビューで分かってなので、なんかこう質問のアンケートとかした質問が違ったなっていうのが後に分かって、そうですよね。なんかアンケートとかインタビューの形式的なものってなんかその仮説が違うとやっぱりね方向が誤ったりしてしまうので、なかなか仮説作りって大事ですよね。うん、なんかそれが結構最初にこうかなって書いてたのリストのが大体違うなっていうの、いや分かりますありがとうございました。なのですごく改めて、まあ、そういうもんなんだっていうのをこうちゃんと踏まえてちゃんと丁寧にあの関係性作りながら見なきゃなっていうのを、そうですね、ところでした、うん、ありがとうございました。なんかアートの文脈だとどうしてもまあ、その作品作ることありきだったりとか場所ありきで始まっちゃったりとか、あとまあスケジュール的にどうしても、まあ、研究よりはどうしても短いスパンで地域との関係作ってリサーチを深めてってことを、まあ、現状の仕組みだとやら
なきゃいけない場面もどうしても多くなってきたり、あとなんというか、売れっ子作家さんとかになってくると、各地の芸術祭を今3つぐらい掛け持ちしてますみたいなことにもなってきたりすると、なかなか難しいところもあるんだとは思うんですけど、ただそういった意味で中村さんが紹介したような、自分でプロジェクト立ち上げるみたいな地域とどっぷり関係性を持ってっていうのは、一つ皆さんが各地で独自色を持って始めていかれるっていうのも、地域アートと言われるもののネクストフェーズとして、あり得る面白い展開なのかなとは、思っているところです。はい、あとなんか、はい、特に丁寧に誠実に作られるアーティストの方って、そのアウトプット1回出した後もまた戻ってきて、で関係性を続けていかれる方が結構いらっしゃいますよね。でなんか作品が深まり、なんか地域にもいろんなものがこう落ちていくというか、なんかそこももう少しなんか見たいなっていうのは思いました。そうなってくると、やっぱり続けていくことで、評価の仕方も出てくるというか、やっぱり一回やっただけだと、どこに位置づけられるんだろうという意味で、どうしても宙に浮いてしまったりする部分もあると思うんですけど、10年、20年と続けていくうちに、その周辺領域も発展していって、一つの、アートシーンができたり、アートシーンに位置づけられていったりっていう、有機的なところに踏み込まれるためにも、地域との友好的な長期的な関係性づくりっていうのは、一つ大事なパーツなのかなとは、今日の発表の中で分かったことかなとは思っています。はい。なんか運営側とか事業を主催する側が、にもそれを伝えていく必要がありますよね。なんか作品作って終わりじゃないよっていう。そうですよね。だからどうしてもやっぱり作家が地域と長期的な関係作っていくこともですし、それがなかなか現実的に難しい段階では、事務局だったり、プロジェクトの運営者が地域との間をうまく取り持っていく、長期的にっていうことは、必要なステップなんだと思いますね。はい。では、続いて、西田からコメントをお願いできますでしょうか。はい。今日は、中村さん、三宅さん、本当に貴重なお話をありがとうございました。ちょっとお話を聞きながら、私自身も山本より少し長く8年くらい直島に住んでいて、実際に青年所のお膝元にあった元パチンコ屋だったところをギャラリーにしていて、そこで結構若い作家さんと、地元の方を結びつけるっていうプロジェクトをやったりしていたので、その時のことをすごく思い出しながら話をお伺いしてました。でやっぱり私自身はアーティストというよりはそういうアーティストを呼ぶ側だったので、先ほど予備調査の話だったりとか、なんかそういうところでこういうところを作家に見てもらったら面白いんじゃないかってい う, こう種探しっていうか、こういう予備調査みたいな部分をなんか自分が代わり、その直島に住んで働いてる身として代わりにこうなんか調査をしていったっていう面があったんだなみたいなところをちょっと後からなんか自分のやってきたことの まとめとしてお伺いして、そうだなとすごく思っていたのが、やっぱり短期的なやり方と長期的にいる人と短期的にしか来れない人の見方の違いとか面白さみたいなところをもう少しこう反省という部分もあるけど、なんかそういうところをうまく使い分けていけたらもっと良かったのかもしれないなと思うところもあって、やっぱりその長期的にいるからこそすごい余計に心配してしまうこととかがあって、その作家と地域の人たちが作ってる短期的なりに作ってる関係っていうのをちょっと信じきれてない部分もちょっとあったかもしれないなということを思ったりしていて、やっぱりそのすごく地域、関係づくりって本当に一人で切り開けることもあれば、というよりはみんなでやっていくことっていうのが多いなと思っていて、本当に地域のアートプロジェクトとかだとこう本当にそうなので、なんかそういうところ、そのやっぱり中で地域にやっぱ根付いて事務局とかで入ってずっといる人たちっていうのは、やっぱそういう短期的だからこその新鮮さっていうのをやっぱ信じていくっていうか、なんかそういうところを
やっていけたらいいのかなということを思っていました。で、今日のその中村さんの先ほど熊谷も話しましたけど、エコシステムっていう話は本当に私もすごく大事に思っていて、でこの後少しご紹介もさせていただくんですが、来週やるのがアートとビジネスの関係について考える講座っていうのをやるんですね。でこれも先ほど言った通り、マーケットだけじゃなくて企業側からがアートのクリエイティビティに期待しているっていう部分が近年すごくあって、それもまたなんかなんていうのかな、ビジネスっていう枠の中にアートを組み込んでいくんではなくて、またそういう本当に大きなエコシステムの一部としてビジネスと関係を結んでいくっていう、そういう関係づくりをしていけたらいいなとすごく思っていて、だからそういうところの気づかされるきっかけに今日はすごくなったなというふうに思っています。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。一つ YouTube のチャットで、質問が来てまして、ルブン橋ビエンナーレについて何か、なんかまとまった書籍とか文献とかって何かありますかというご質問してるんですけど、文献がねあんまり出ていないのですが、確か私パワポでニューヨークタイムズとかの記事をなんか引用してるのかな、ちょっと待ってくださいね。これってなんか私ここのチャットとかに書き込んだらその、僕開きましょうか。いただいたリンクは後ほどまとめたり YouTube のチャットに流したりさせていただきます。なるほど。ルブン橋ビエンナーレと、サミーバロジとか入れたら結構そういう欧米の主要メディアは結構社会的な欄とかで割といろいろ書いていて、それでニューヨークタイムズとかから引っ張ってきたんですけど、英語ですよね。英語ですね。日本語では多分、日本語でルブン橋ビエンナーレ、はい、ルブン橋ビエンナーレ、これかな、すいません、今ズームチャットに流しました。はいはいはい、はい、これを僕が開いて、でちょっと待ってくださいね。これがニューヨークタイムズの記事ですね。そうで、ちょっと待ってくださいね。それってニューヨークタイムズの方か。ニューヨークタイムズですね。もう一個、ちょっと待ってください。さっき紹介した、コロンビア大出てる人。行きましたか、このサンドリン、オキュラ .com ですか。それですね。結構いい感じにまとまってるんじゃないかな。なんかサミーとかこの人名前とか入れてルブン橋ビエンナーレで検索すると、あとコンテンポラリー&っていう媒体があって、それはアフリカの現代シーンのことをかなりちゃんと書いてる、あれじゃないか。なるほど、ありがとうございます。そうですね、あとはルブン橋とかこのサンドリンさんとかもインスタやってて、インスタに結構そういうこういう記事が出たよとか書いてくれる人を書いてくれて、私も結構そういう何て言うかな、日本で誰もやってでない場合どう文献調べたらいいかわからんっていうときは関係者のインスタをまず見るっていう感じでやっていて、で結構長文でしっかり書いてくれてるときもあったりはしますんで、このあたりを一通りご覧いただくとなんかこういうことかっていうのがわかります。あと過去にあったやつのあらましがを論文書いてる先生がいて、山本さん見えますか。はい、ちょっとお待ちください。このあたりもまとめてまた改めて、はい、ご紹介するようには、コロンビア大学のリンクで大丈夫ですか？そうです、ストローザ先生。
はい、これですね。そう、この人がなんか賄賂取られるからどうこうみたいな話はこの方の論文に書いてありましたね。まあでもこういうのとかも日本語でその新しい知見じゃなくても日本語に翻訳してまとめるとかやっぱやってた方がいいのかなって今なんかこうなんかリンクを送りながら思いました。うんうん、まあそうですよね。なのでなんかそういった、うん、なかなかやっぱり地域でプロジェクト回しながら欧米のアートシーンを追いながらっていうのをやっていくのはなかなか、うん。ただでさえも忙しい中大変なところはあるの で、まあ、アートマネージャーラボとしても、まあ、それぞれ得意分野専門領域を、うん、持ち寄って共有できる場にしたいという思いもあるので、まあ、ちょっとすぐ今すぐにはできないかもしれないんですけど今後そのようなことも視野に入れて活動していけたらなと思っております。はい、では時間 もなってまいりましたので、まとめに入りたいと思っております。がよいしょ、はい、で本日なんですが、簡単なアンケートを、用意しておりますので、今後のイベント運営のために、ご協力いただけますと幸いです。この後 YouTube のチャットですとか Facebook のディスカッションページでもリンク共有いたしますので、よければご協力いただけると幸いです。はい、で今後なんですけど、今日このイベント開催して実は今日の夜6時からもアートマネージャーラボでは企画を用意しています。また来週、金曜日にも用意していますので、熊谷さんから軽くご紹介いただいてもいいですか。はい、このですね、アートを開くトークシリーズでは、まあ、アート今いろんな、まあ、アート表現がこう各地で行われているんですけども、まあ、なかなかこうアートの楽しみ方っていうのも伝わってない部分があると思っています。なのでその辺をこうどう開いていくかということを実践されている、いろんな美術館のボランティアガイドをされている東貴彦さんですとか、先ほどちらっと触れた見て話そうという、対話型鑑賞のプロジェクトの報告書を書くのをご一緒した、編集の染谷ひろ子さんですとか、そういった方をお呼びしてですね、どうやってこうアートを楽しんでいくかっていうのを開くためのことをおしゃべりするという企画をやりますので、ぜひご参加いただければと思います。はい、ありがとうございます。で続いて来週金曜日に30日の夜にアーティストから見たアートとビジネスというイベントも開催します。西田さん、ご紹介いただけますか。10月30日は、アーティストから見たアート×ビジネスという、イベントを開催します。でこちらはアート×ビジネスっていうものがビジネスの側からいろんなアプローチというかこういうことをやっていきたいということを結構発信されることは多いんですけど、実はアーティスト視点からこういうビジネスとの共同っていうのを見ているっていうことがなかなかそちらの声が聞こえてこないのではないかという思いから開催をするものです。でここで今回お二人アーティストの方に来ていただいてお話をしていただくんですが、そのお二人の試みはすごく私のからの目から見ても面白くてぜひ聞きたいなと思っているところです。で、お一人は野口達平さんといって、彼はある上場企業の、部長さんの研修に のプロジェクトをそれを企画するというか企画して自分のアートプロジェクトの、まあ、一環としてこう研修社員研修をプロデュースするっていうところをされていて、それは、まあ、そういうことをされていたという事例をお話しいただきます。でもう一人遠藤香織さんは、ご自身が、企業の中に、まあ、社員として席を置きながら、企業の CSR 活動、つまりコーポレートソーシャルレスポンシビリティといって会社企業というものが社会貢献をしていくっていう側面での事業を担当していらっしゃいます。そこがその CSR 事業というのが遠藤さんご自身のアーティストの活動にもつながっているということで、単にこう作品を買って展示しますよとかそういうことではないアーティストの活動とが企業の中でアーティストが作品を作るのとはまた違った形の活動が企業の活動に結びついているという事例を2つ紹介します。でこれもすごくフィールドワーク的な側面を
持っている作家さん2人でもあるので、今日の、フィールドワークの事例と合わせてご覧いただいても非常に参考になるんではないかなというふうに思っています。ぜひこちらもご覧いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。もしお時間よろしければご参加いただけると幸いです。まあ、アーカイブでも残ると思うので、なかなかイベントが立て続けになっている時ですので、お時間はなくても録画配信など見ていただけるとありがたく思います。はい、で最後に、ご案内ですが、アートマネージャーラボの、情報は Facebook で基本的に現在のところ配信しています。でメールアドレスはこちらです。でこんなことを一緒にやりたいんだけどとか、何か一緒に活動したいとか、あとこんな持ち込み企画ありますが、アートマネージャーラボってやりませんかみたいなことも積極的に募集をしておりますので、よければご連絡いただけると幸いです。はい、本日のイベント以上になります。少し時間を押してしまいました。失礼しました。長い間お付き合いいただきましてありがとうございました。よければ気軽にフィールドに出ていただいて、作品に紹介していただけると幸いに思います。ありがとうございました。ありがとうございました。